はい、皆さんこんばんは、川崎水です。本日は10月1日の土曜日、ただいまのお時間は夜の22時となっております。皆さんこんばんは。本日もご機嫌はいかがでしょうか。土曜日だったからお休みでしたかね。皆様、土曜日だから今日本当は雑談しようかなと思ってたんですけれども、タイミング的にでもゲームがしたくなっちゃったので、ちょっと今日はねメタルギアやっていこうかなと思います。2日ぶりですかね。今日はもうエンディングまで行くと思いますので、皆様エンディングしっかり見守っていきましょう。 Thank you for watching today. I'm streaming. I will streaming today. メタルギアソリッド3. Do you know this? I will finish this game today. So check it out.黒豚さん、けしけさん、ドグラさん、あとはマリちゃん、ミヤニーさん、アサーさん、キャプちゃん、音の響きさん、ヤンさん、大場さん、加藤さん、アーカンシェルさん、ランニーちゃん、シジオさん、ヒリュウさん、タカさん、ホリーさん、つむぎさん、ヘクサさん、あとマトリックさん、モンタラさん、こんばんは、来てくれてありがとう。 Welcome back。 猫翔さんもこんばんは、来てくれてありがとう。ということで、さて行くよ。最終章始まるので見ててください。トロカイ君、スーパーチャットありがとう。あ、そうだ、今日ね、ストリームデックがね、なぜか動かないので、手動でやってます、OBS をさ。あ、皆さんよかったらね、高評価ももう早速押していただけると、すごく嬉しいと思います。嬉しく思います。本日の洋画枠。洋画枠ね、そう、見ていきましょう、エンディングまで。はい、長門。前回誰を倒したところでしたっけ？Can I request a game? You can request about game if you join my fan box, you know? Oh, first, thank you for coming. この辺ちょっと見ちゃったんだけど、ちょっとね、重複しますけど、改めて振り返るということで見ていきましょう。どうだ？私はいい。中途半端なとこ見てますね。そういえばなんかこの後チュッチュ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 してましたよね。食べなかったのか。あ、フューリーか。あ、ソロを倒したとこ。なるほどね。イタリアンとかそっちの方。スパイだもんね。またハリか。せめてシンシアと呼んでほしいわ。ちょっと大きいかな、音。ちょっとだけ下げよう。1ミリだけ下げよう。はい。ジョイン、ファンボックス。ファンボックス。You know? ファンボックスシステム。ハタちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。あなたなら食べたい。この人もそんなことばっかり言う。すぐ籠絡しようとする。この任務が終わったら美味しいディナーをご馳走してね。何がいい？何食べる？寿司とか。ジャパニーズ寿司。お寿司一番好きよ。だし最近流行ってる。流行りとかあるのかな。生でサバイバルな国だな。そうか。だから1964年は生鮮技術がまだそんなに確立してないのかな。物流とかだからですかね。川ダイブの後だからソロ。ソロ、もうソロがどんなやつだったか忘れちゃったもんで、ね、レイヤーさんこんばんは、来てくれてありがとう。ありがとう。私あなたの目になる。なんでこの人そんな仲良くなったんですかね。なんか私視点から見るとさ、そんなにこう仲良くなるシーンとかなかったと思うんですよ。なのでこうスネークのことを、スネークというか、まあ、ビッグボスなんだけど、ビッグボスのことを、ビッグボスで合ってる？ビッグボスのことを、ビッグボスで合ってるっけ？あ、貸し役使うやつね、あいつね。なんか、籠絡しようとしてるようにしか見えない。あれ？気にすることない。ファニネロさん、カンナさんこんばんは、来てくれてありがとう。あれ、なんだっけ？見えないわけじゃない。スネークのクローンの元がビッグボスだっけ。ビッグボスの子供がスネークとかソリダスとかで、でザボスだっけ。ザボスに教えられたのがビッグボスで合ってる。ネイキッド、ネイキッドがビッグボスでしょ。爆薬を盗んだと聞いた。
これビッグボス。C3、あ、そんな感じなんだ、 C3 って。ナンクルさんこんばんは、来てくれてありがとう。それ寝れるんだ、それ。これだけでシャゴホットごと兵器所を爆破できる。一個だけでいけんの、それすごいね。あ、監督さんこんばんは、来てくれてありがとう。拍手よ。監督さんはメタルギアお好きなんですか。ザボスの弟子がビッグボスで、そのクローンが、これ何してんのこの人その子供が、ソリッドスネークとかソリダススネークね。発信機を取り除かず来たらどうやってそんなことできんの、それ。シャグホットのブースターユニットには液体燃料を使うわ、うん、うんうん。そのタンクが兵器商の本とシャグホットの格納庫、まあ格納庫はもちろんどっかにありますもんね。あ、これ格納庫ごと吹き飛ぶはずよ。そんな兵器と同じとこに置いといたら危なくない、それ。いいのかな、そういうので。格納庫ごと潰すにはすべてのタンクに爆薬をセットする必要がある。なるほどね。あなたならやれるわ。それに科学者たち、私ならやれるって。あ、休養日。へえ、いいえ。それは警備はいるでしょう、だって軍事施設なんだもん。爆薬はメタルが大好き。そうなんだ。それやりました、監督さん。タイマーを起動したらカウントダウンが始まる。はい、ゼロになる。すべての爆薬が連動して爆発。ナベリンさんこんばんは、来てくれてありがとう。フェーズ2の実験が終了したから、うんうん、科学者たちは口封じのために殺されるかもしれない。かわいそう。でも残しとかないとメンテナンスとかもできないですよね。治療で体に埋められてた可視薬を取り除くんだけど、一緒に発信機が埋められていて。へえ、それが。そう、燃料庫地下だよね。そんな感じだよね。ノレンさんこんばんは、エルムさんもこんばんは、来てくれてありがとう。もう一つの任務も忘れてないわ。何？あなたのサポート、ありがとうございます。こんなのでもエマちゃんさ、いちいちこう何サポート相手と恋に落ちてたらもうやっていけないよね。森本さんこんばんは、来てくれてありがとう。あ、監督さん、じゃあちょっと感動最後まで一緒に久しぶりに味わいましょうよ、みんなで。やっぱさ、映画とかもさ、みんなで一緒に見るのがいいよね。みんなで一緒に。東棟の2階から本棟へ。あ、またここなんだ私。鍵のかかった扉があったでしょ。あったかも。そこがシャガホットの格納庫への入り口よ、うんうん。もう操作忘れてるかな。リコちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。これで扉が開くわ。本棟へ入ったところにある扉だ。この鍵あれですね、引っかかるところ全然ないじゃん、あのトゲトゲのとこ。北に大きな鉄橋があるの。そこに爆薬をセットする。うん。C3 を半分もらっていくわ。はい。俺は兵器商を破壊する。あ、ミンティア食べたい。ちょっと待って、あれミンティアない。あったあったあった。君の正体を疑う。あ、鉄郎さん、めちゃめちゃスマートだよ今日のやつは。全く見つかる予感がしないもんね、敵に。私の魅力の前には誰も。あなた以外はね。ちょっと自重してるじゃん。注意するに越したことはない。エヴァちゃん、それじゃ行きましょう。 Let's go。 バイクに乗って生まれてきたみたいだな。いいですね。毎日乗らないと生きていけないの。え、風が私を強く打つの、うん、痛いほど、うんうん。それ相当スピード出してるね。それ相当スピード出さないとならない。それはパラディンさん、フンさんこんばんは、来てくれてありがとう。戦場だと吊り橋効果で、あ、なるほどね。なんかでも吊り橋効果の効果がさ、否定される論文出てなかったっけ、実験実証結果か。なんで恋したらバイク降りんの一緒にツーリング行きな。ケンズさんこんばんは、お久しぶりです。タイさんこんばんは。ターニャ、ターニャじゃないわ。なんだっけこれ、これ何してんこれ。ボタン式のカメラか。アーニャだった私。今アーニャをイメージしてターニャって言ってた。どうするつもりだ。熊谷さんこんばんは、来てくれてありがとう。あなたが裏切らないための。誰を裏切るって。私がちゃんとヘルメットするところは偉いよな。おい、何、また濡れるぞ。びしょびしょじゃんもう一瞬で。さあ行きますか、ビッグボス。皆様、最後の旅に出ましょう。あれ、これどっちから行くんだっけ。
SP マーク2だって。これ奥行っていいんですかね。こっちですか。なんか行ったことなさそうだから行ってみるけども、ん？ SP M1911、 これはスタイプシック。奥に行く。なるほど。バンデージ、 MK22 バレットフル、AK、 なんかめちゃめちゃ落ちてる、いろいろ。これただのあれですか、アイテム、アイテム保管庫的な。 C ボックス B、 はい。あ、これであれね、あ、これは、あ、フルで、ちょっと待ってよ、登れないじゃんここ、フィーンってなるのに。待って待って、なんで登れないのこれ。ここから降りてきたからってこと。あ、いけたいけたいけた。カズさんこんばんは、来てくれてありがとう。今日のエンディングですね。そうそう、リコちゃん何見たの、ずっとそばにいてほしいって。私いつ言ってた、そんなの。そんなこと言ったことありましたっけね。はい、実戦でこんなとこ開いたらもう怪しすぎるよね。あ、クロワシさんこんばんは、来てくれてありがとう。よいしょ、閉める。兵器章どっちだったかな、うん、なんか来たよ。それ危ないね、もうギリギリのギリのギリじゃん。上開いてる、あの車。あ、他の VTuber に乗り換えたリスナーに圧をかけるやつ、よくそんなの。あ、やってるなこいつ。重くて開けられない、そんな重いのあれ。見えてるよスネーク、もうちょっとちゃんと隠れたら。ああ、閉められちゃった。あ、みんなそういえばさ、これ始まる直前に思い出して、和田アキ子さんのスネークイーター聞きましたよ。超良かった。和田アキ子さんの歌って私あんまり聞いたことなかったんですけど、初めて多分聞いて、まともにすごいいいなって思った。いるね、いっぱい。ちょっと待って、どこ行けって。カモフラはなんかもっといいのあります。ブラックスプリッター、あ、こっち一緒か。スプリッターでこれがいいんだ。なんか都市迷彩的な。ゲノム兵の先祖、ほえー。たまちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。あ、どこ行、あそ、どこから行、あそこだったっけな、確か。レッツスニーク、オッケー。余裕よ、余裕。ね、余裕でしょ。で、こっち行って。和田アキ子さんの歌声にあった力強い曲調、そう。なんか、1964年間を出すって書いて、出そうと思ってやったって書いてて、なるほどなって思いました。確かにあの時代はね、そういう曲多かっただろうから。なるほどなーって。そんな激しくドア開けなくてよくない？え？何？危ない危ない。危ないよ。何が進め？何してんのあいつら。見間違いよ見間違い。赤月さんこんばんは。来てくれてありがとう。これ四角だっけ？近く？ちょっと待ってよ、何今の。おかしいよそれは。四角だっけ丸だっけどっちだっけ。まあ大音量ごめんって。今田さんこんばんは、来てくれてありがとう。え、見られてんのこれ。いるわもうすでに。ちょ、ごめん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 。ちょっとちょっと、何なのそれ一体。よいしょ。うわ、いるね結構。はいはいはい。うわうわうわ、もう完全に多いわ。すごいね、すっごい多い。もういいって、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 もうごめんって、ごめんって。
声出して笑っちゃったじゃないんだよね。こっちは笑い事じゃないんだよね、全然。うわ、いるな、これ。はい。ちょっと待って、何グレネード、いらないってグレネード。あんた、自爆するよ、それ。多分、丸ですね。うわ、多いわ、これ。このゲームやってるな、これは。ちょっと待ってね、これね。あれ？あれないじゃん。あれ欲しい。10。どんじゃこんばんは。杉本さんこんばんは。来てくれてありがとう。AK47、そう。バレちゃった。あいつら結構勘がいいね、なかなか。あ、すごい、撃ってた。OK。やるな、こいつ。あいつずるすぎない？は？やるわ、こいつ。やば。ちょっと、あいつバックステップで。バックステで避けるじゃん。うまっ。はい。いいよ。バックステで避けるのはずるいんだよね。はい。バーストで打った方がいい。バーストで。あ、ナイス。だいたいこれで事なきを得ましたかね、これでね。足を狙って。はい。こういうことでしょ？余裕じゃん。なんで私、しょっぱなからこんなに打ち合わないといけないの？いませんよ、もう誰も。はい。誰もいませんよ。ないない、何もない、何もない。いません、誰も。はい、カイさん、こんばんは。来てくれてありがとう。見間違いだって言ってんでしょ、だから。はい。おかしいよ、こんなの。はい。さあ、行きますか、じゃあ。気を取り直して行きましょう、皆様。ライフル弾が防げる。すごいよね。あそこですね。はぁ？待って。何もないです。はい。全く何もない。すぐ、もうすぐ撃ってくる、こいつら。パンパカパンパカ。はい。いや、やってるな、これ。はい。ちょっと行こうも、中行こうも。かまってらんないわ、こんな奴らに。はい。待って、弾がない！はい、ギャーですよ、ギャー。これで、ここに隠れてたらもう、問題ないでしょ、これで。おそらくこれでもう、事なきを得れますね、これは。ね？ほら。私隠れるの前からさ。今の、あ、そうだ。キュアで？あ、やってるな、これは。はーい、なりました。ダンボール意味ある？ここ。うわー！何、誰？来なくていいよ、こっち。いいって、いいって、もう。はい。ほら、ザクッと。はい。いつになったら許されるの、私は。はい。もうやってられないわ、こいつら。いった！やってる。はい。ずるくない？こいつらさ。あんた、こんな、そんなさ、一人に大武力で立ち向かって恥ずかしくないの、君たち。こっち行こう、ここ。恥ずかしくないわけ？これさ、なんだっけ、あ、こうだ。メタル2のやつ。通視点。もう、すぐ見つけてくる。行って、いる。
いやこれもう何人倒せらできないのこれ。はい、しつこいね。まだ弾切れです。ちょっと科学者が罪のない、ほらこいつらのせいでさ、罪のない科学者たちが犠牲になっちゃってんだよね。ミビーさんこんばんは、来てくれてありがとう。罪のない科学者たちがさ、戦争は怖いよ。戦争は罪のないみんなが犠牲になっていっちゃってるもん。ダメだよそういうの、優しい良くないと思う。はい、みんな戦争はダメだよ本当に。知ってるか、スイ全員ステルス、それは知ってる。リビーさんこんばんは、来てくれてありがとう。いたたたたたた、もう何してんのこの人本当に。あ、やったわこいつ。あーやってる、これねライン越えだわ、これライン越えた。冬毛さんこんばんは、来てくれてありがとう。どこ、何、何が、え、もうなんでそんなすぐ見つかんの。いなかったじゃん今そこに誰も。ほらもうどうしろっていうの私に。いいいいいい、もうちょっと待って、これずるいわこいつら、これはちょっとねやりすぎだわ。はい、これもう強行突破しかないですね。これはずるいんだよね、私何にもしてないのに。ここなら大丈夫、大丈夫説ある？いるね、いるね。誰もいないって言ってんでしょだから。あ、いったいた、ただ二人いる、二人いる。はい、もう行こう、もうダメだ、相手してらんないわこんなの、一生出てくるもんだって。やっってるなあこいつら。あ、ロッカーや、そうロッカー、ロッカー。え、変装したらいけんのこれ。はい、逃げましょう一回、ここはアンチです、アンチ。タマコンさんこんばんは、来てくれてありがとう。オッケー、はあ、ことなく言いました。タマコさんこんばんは、来てくれてありがとう。あのさ、ちょっと隠れるわ私。ちょっと隠れますね。これ科学者の服でいけるんだ、なるほどね。ちょっともう、ちょうきさんこんばんは、来てくれてありがとう。はい、隠れますここに。はい、あ、科学者くんもやらないとダメなんだ。なるほどね。なんか、隣のロッカー壊れたんだけど、なんだか隣のロッカーが、あの、あれを無実の罪でやられてる。はい。はい。ちょっとまた、ありがとうございました。ミミックみたいになってる。いつまで来んの、こいつら。さすがに見失うでしょ、そろそろ。AI が進化してるね。次々と右上にだって待機列できてるもんね。ちょっともうやめて、もう。ごめんね、みんな。諦めよ、そろそろ。いいね。もういいでしょ、もう。やめよ、もう。争いは愚かだよ。愚か。愚かしい。来た！エバーション。ね、エバーションってどういう意味？エバーション切れたら出よっか。そのロッカーを開けたら終わり。なんか、そういうホラー映画あるじゃん。そういうホラー映画。なんだっけ？それ何の？それ何のやつだっけ？なんかそういうのあったよね。りょうさんこんばんは。来てくれてありがとう。なんかそういう感じのホラー映画ありますよね。見失っちゃった。いいいいいい。探さなくていい、探さなくてい
みんなちょっと待ってね。雑談しよう、雑談。雑談配信しよう。喋ろう、みんな。おしゃべりしよう。AI は進化してるけど、死体の山には想像力が働かない。かわいそうにね。それがいる森。おえー。あ、それが見えたら終わりか。いるんだよね、多分その辺に。でも1分待ってらんないから、もう出ます、私。あ、でもあれか、ここでさ、カモフラを、あ、マイナス5なんだ、これ。カモフラをさ、サイエンティストにしてさ、これでいいってこと？フェイスは、ノーペイント？これならいける？うたなさんこんばんは。来てくれてありがとう。これなら大丈夫ってこと？あ、大丈夫じゃん、もう。アイテムください、皆様。マヤンドラ、あとはルカタン、ミーナちゃん、ミーナちゃん。ミーナちゃんこんばんは。元気？みんな。いつもありがとね、助けてくれていろいろ。すごいみんなに感謝してます、私。みんなごめん、倒しちゃった、いっぱい。みんな来るかなと思って、それまでに綺麗にしとこうかなと思って、ちょっと倒しちゃった。科学者にはバレる。なるほどね。さあ行きましょうか。これ、あ、ちょっとメガネクイッてすんのやめな。ほら、ほら、奥に倒れたらダメなんだよね。SP、この SPMK2 ってどういうこと？これは。イライラしますね、これ開かないの。そう、お掃除、お掃除。そうそう。お掃除で、ちょっと倒しといた、いろいろ。あ、サプレッサーか。いいですね、それは。全然開かないじゃん、この辺のやつ。詐欺じゃん。行きましょうか、じゃあそろそろ。兵器商、本当に。人型のオブジェありますね、いっぱい。レッツゴー。その動きやめな、怪しいから。え、ミーナはさ、メタルギアやったことあんの？ティティリティリティリ。相変わらず他の V ライバー動作になってるね。そうだね。ここにもうなんか助けてもらってしかない、みんなに。みんなのおかげでなんとか生きてます、私。量産させるわけにはいかない、必ず破壊するんだ。破壊してもでも設計図あったらさ、また作られるんじゃないの？いいとはいえ、MK2 にマッセージ、はーい。ジェンディアさん、はーい。うん。だがボルギンはまずい。まずい。やつはシャゴホッドの力を背景に冷戦を灼熱の戦争に変えるつもりだ。冷戦だって言ってるでしょ。灼熱にしたらダメじゃん。わかってる。わかってる。もう一つの任務も残ってはいるが。うんうん。ザボスの。そうだ。今はシャゴホッドの破壊に集中。あ、ザボスの殺害ね。え、これザボスって死ぬのここで。はいよ。エヴァが言っていたように、うん、その格納庫全体を吹っ飛ばすなら、液体燃料のタンクを C3 で爆破するのが一番だろう。はい。タンクは4箇所あるって。あれね、あれ。あ、ゲームさんこんばんは。来てくれてありがとう。C3 を設置するには、C3 を装備して、タンクの前で武器ボタンを押せばいい。はい。TNT と同じだな。ただ、間違った場所に仕掛けるのはやめてくれよ。あ、ぴったりしかないんだ、数が。なるほど。ちょっと予備ちょうだいよ、ちょっと。では設置場所以外に C3 は仕掛けない。ダメなになってんのかな、わざと。あと気をつけてくれよ、うん。液体燃料はちょっとした。これみんなこれ前振りになってない？自殺したいんでもなければ。液体燃料はちょっとした衝撃で爆発するってこれ前振りになってない？格納庫を一撃で吹き飛ばすには、すべての C3 を同時に爆破する必要がある。一個ぐらいなくたって大丈夫でしょ、別に。させるのは設置がすべて終わってからの方がいいだろうな。はい。4箇所すべての設置が終了してからタイマーを入れることにする。次元装置は20分で爆発するんだったよな。スネークメガネかけてる。必ずそれまでに。前振りのしっかりしてる具合がすごいもの。まあ、押すなよ、押すなよ的なね。あとはあんた次第だ。あ、皆さん、高評価、高評価よろしくお願いします。今のうちに、高評価ね。あとコメントもよかったらいっぱい打っていてください。これは大丈夫？見つかっても。この人は大丈夫だよね。え？え、なんで何？は？は？え、この科学者じゃないじゃん、この人。
科学者は見つかったらダメって言ってたじゃん、みんな。この人科学者じゃないじゃん。やってるな、こいつら。なるほどね。こそっちがその気ならこっちもその気よ、これは。ライン越えだわ、これは。なるほどね。メンテナンスクルーはダメなの？あ、オフィサーの方が良かったのかな？オフィサーならセーフ？メンテナンスクルーの服装欲しい。欲しいよ、私だってそんなの。撃ってくる、撃ってくる、撃ってくる。どこで隠れようかな。これ何これ、なんかアクセスできそうなのに絶妙にできなさそう。あ、スバルさん、こんばんは。来てくれてありがとう。スバルちゃん、今日も元気？あったわ。あったあった。ここで大丈夫なんじゃない？ここ。え、見つかってる？もしかして。え？いるな、これ。はい。あら、ちょっとスバルちゃんごめんね、ちょっとゴミゴミしてるけどさ、すぐ片付けるからさ、ちょっと待ってほしい。オフィサーはもう向こう、そうなの？逃げて逃げて、あんたたち。お互いのエイムが合ってない。ごめんね、ちょっとごちゃごちゃしててさ。いた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 、やってるわこれ。よいしょ。はい。はい。はい。これあれだよ、当たってる時、ちょっとスーパーアーマーっぽいね。硬い。弾切れた。全然もう弾がもうミリだわ。弾がミリ。あ、いるね、あんたたち。これ難しいな、これは。もう。これ全然照準つかないもん。シングルアクションアーミー。敵軍、バカバカ撃ってますね。はい。ちょっとこれ CQC ができる感じ。フォークにして。あ、フォークで CQC できないんだっけ、そういえば。はい。フォーク、あ、フォーク CQC できるわ。いたたたたた！まちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。はい、回る。はい、こうやって確実に一人ずつやっていく。こうして確実に一人ずつね。あ、いたたたたたた、よいしょ。はい、どこ、あとあそこね。うそ、あんた黒やってるけど。あーあーあー、もうこれ戦争ですね、これは。あ、休憩してる、あの人。疲れてる。整備士の服がさっきのロッカーにある。ほんとに？ショットガンとかでよくない？それはそう。ね、あるんだって。服が。あ、スタングレネードね。なるほど。ここは？開かない。これさ、なんか。全部奥行っちゃうもんね。開かないよね、これ。開かない。開かない。開かずの扉じゃん、ここ。で、これない。ここはへこんでる。開かない。ない。スイさんの配信にいつも元気をもらってます。嘘でしょ？スバルちゃん、そんなこと言ってもらえるなんて思ってなかった。ありがとう。ユニフォームスニーキングオッケー。いやー、普通にスバルちゃん私尊敬してます。どれ、これ、え、これでいいの？これで、これであそこ駆け抜けられるってこと？私よいしょ。いや、私だってね、やりたくないんですよ、みんな言っときますけど。私は敵のこと倒したくないのにさ、
敵がこっちを倒してくんだもん。ずるいよね、あんなの。あった？あった。これだ！メンテナンス！これで全部 OK ね。皆さんも勝ちました。勝ち確です。ありがとうございます。もう、これで私、就職します、ここに。OK。カモフラユニフォーム。メンテナンス。顔はこれでいいんですよね。山椒さん、こんばんは。来てくれてありがとう。で、レイヤーさん、それ多分コールのスペル間違ってますよ、それ。こんにちは。私です。スイです。スイです。こんにちは。大丈夫だって。もういいらしいっても。ありがとう。メンテナンスクルーは科学者の服と一緒で。敵技も、え、バレてなかったけど今。でもなんかさ、今日からの新人かなとか思わないの、こいつらは。血も涙も、え、じゃあ倒しとくもう。じゃあ、先んじて倒しとく？こいつらバレるんだったらさ。はい。あ、やっとく？やっといたら問題ないってことでしょ？ノーユーズ。あ、ユーズできないわ、これ。メンテナンスクルーにバレちゃうんだね。なるほど。私今銃装備できてたら絶対撃ち抜いてますね。錆びついた弾丸で今撃ち抜いてますね。今のは間違いなく。しょうがないね。しげきさんこんばんは。来てくれてありがとう。いや、麻酔銃装備できないの、ほら。これバレるの私。こうで、C4 がない。今年の新人は血の毛が多いね。怖いね。バックバック。こうで、C3 爆弾？ん？ C3 ってどこでやんのこれ。あれ？あれ？武器欄に、あ、なるほどですね。武器欄、武器欄。C3。あった。これね。4分の4。OK。こうね。これで OK？ ピッピピッピ言ってる。すごい怪しいじゃん。ピッピピッピってさ。あった。こうで。はい、2個目。弾丸が錆びついてるのは多分血まみれだから怖すぎ。私の方は敵用への爆弾セットが終わったわ。はい、ナイス。ここを落とせば敵は追ってこれない。顔を見られなければ大丈夫。なるほどですね。脱出ルートも確保した。うん、そっちは今2つ目が終わったところだ。もうちょっと、もうちょっと。そう、じゃあ鉄橋で待ってるわ。はい、ちょっと待ってね。で、行きます。ピッピッピッ。あと2つはですね、 OK？ OK。 あった。 OK、 全部 OK。 余裕じゃん、こんなの。余裕ギアソリッドですね。このハートはなんだっけ。あ、これあれか。なんかこれが爆発するんだっけ。私さ、よくなんかあの C4 爆弾ってあのなんかネリネリできるやつ見るけどさ、あのこれでこの粘土状のものが爆発すんの。粘土状のものが。そうなの。何今の。これなんか粘土が爆発するって意味が分かんないんだけどさ、なんで粘土が爆発すんの。何いじったの今、胸のところ。少佐、 C3 のセット完了した。うん、今から脱出する。脱出します。急げ。はい。脱出ルートはエヴァ任せか。そうです。そうだ。大丈夫か。
知らないよ。あなたが手配したんでしょ、エヴァ。とにかく脱出を急いで。メナコちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。そんな怪しいメンテナンスのおじさんいる？スネーク！粘土みたいな爆薬っていうのがあるんだ。はぁ？あ、もうボルギン戦ですか、今から。ちょっともう好きになってるじゃん、こっちのこと。え？ザボスじゃん。ザボス。どうして戻ってきた？それ戻るでしょう。しょうがないよ、それは。わお。そんな強いんだ、ザボスって。なんか女性でそこまで強いってすごいですよね。粘土上で安定していて、新艦からの刺激がないと爆発しない。へえ。余裕じゃん。もうちょっと顔見る余裕があるじゃん。粘土上に変形できるだけでレックス爆薬とかの爆薬の混合。へえ。粘土にすることで安定性が高くなる。あ、確かに液体よりも安定性は高そうですよね。女子プロ？いや、女子プロ界に殴り込んだらもう余裕で全国制覇ですよね。スネークがやる中全面核戦争、確かに。行くよみんな。ああ M4 ってどういう意味？ボルギンは本当にイライラする、見てて。この女、地下金庫をうろついていた。はい。捉えてみると面白いものを隠し持っていた。何ですか？コンポジション3。かっこいいね、名前が。あ？何それ？賢者の遺産だ。賢者の遺産ってそれなの？それ何なん？どういうことそれ？このマイクロフィルムに遺産の入れ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 。何？1228。何？今の何？みんなちょっと待って、見た今の。あと爆発の時間ね、今のは。はいはいはい。匂いで分かった。ソマ？ヤンチュさん、シャシャネコさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あと残り12分ってことね。ガソリンの匂いだ。バイク用のな。女にガソリンの匂いが染みついてる。この女がスパイだったとは。ああ、気づかなかったの、あんた。バカじゃない？連絡用スローおじさんはウキウキですね。あー、やってるわこれ。なるほどね。なかなかいい女だった。まあそうね、いい人だったね。気持ち悪いから触んないで、あんた。ダイナマイトもニトログリセリンだとすぐ爆発するけど、解像度に染み込んだら爆発しなかった。へえ。何でも言うことを聞いたな。まあスパイですからね。私の言いなりだった。仕事だからね。仕事、仕事だからですよ。そうだな。確かに男にしか興味ないというとこありましたよね、この人。なんだ、なんだ。言いたいことでもあるの？言いたいことしかないね。Fuck you。ああ、痛そう。ザボスも目を背けるから。やってるね。仕事人ですね、この人。だって少なからず仲良くしてきたんでしょ、この人と。すごい。いる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 。ソロおじさん。ソロおじさんがいる。あと10分。色仕掛けとは KGB の連中のやりそうなことだ。賢者の遺産とは何だ？よかろう。よ、いいの？嘘でしょ。殺す前に教えてやる。これバカですね。獲物を前に舌なめずりは三流のすることって相良宗介君が言ってましたよ。うん。米中その真の権力者たちの間に秘密協定があった。はい。枢軸国に勝利し、その後の世界を動かすための協定だ。うんうん。三国は大戦の勝利を決定づけるため互いの資産を出し合って、表に出せないさまざまな裏工作や。あ、根室さん、こんばんは。来てくれてありがとう。
原子爆弾、ロケット技術、コブラ部隊、はい、そしてそれらを可能にする莫大な資金、あの大戦を後で、そんなお金持ってる人いないでしょ。どうやって作ったのそのお金。賢者の遺産でどうやってできたのそれ。対戦にケリをつけた後さ、カウントダウンしてるのに長話。ソムニアちゃんこんばんは、リペカちゃんもこんばんは。一緒にエンディング見守りましょう。ドイツの有能な科学者を抱え込んだのもその一環だ、うん、だが我々ソ連は、はい、間抜けな他の2国を出し抜いた。莫大な資金、最先端の、そんな風には見えませんけどね。圧倒的な力、それらは我々にこそふさわしい。どうすんの世界なんて支配して。そんなことより毎日美味しいご飯食べる方が良くない。世界のなんかなんだろう、世界統一とかさ、こう領土拡大とか1ミリも興味ないんだけどさ。私みんなあるのみんな自分の国の領土とか増やしたい。全然そんな、なんかもう私一生生きれる分の最低限のお金あったらもういらないですけどね。何も5000万ぐらいもらったらもう他何もいらないわ。ちょっとボルギンさん5000万だけもらっていい？5000万だけ。そしたら私もゆっくりさ、毎日あの配信して生きていくので。誰ブレジネフって。このグロジニーグラードとグラーニン設計局を建設した、しかし無能なグラーニンは結果を出す。グラーニンこの人か。の飼い犬ソコロフの技術、シャゴホットが必要になった。いる、シャゴホット。本当にグルーに属する私が直接ソコロフの設計局を襲っては後が面倒だ。まあまあまあ仲間ですからね。だって未だ残る秘密協定のスパイリングを通じて、ザ・ボスに連絡を取り、亡命を進めた。あ、ザ・ボス？ザ・ボス。ザ・ボスはなんでこっち来たの？5000万でいいよ、まえちゃん。もう私、1ヶ月12万で生活するので、もう5000万で大丈夫です。世界は2つに分かたれた。我々は遺産を使い、引き裂かれた世界を。そう、食って寝て遊んで配信できたらもうね、何も言うことない、それで。そのためには力が必要だ。世界をまとめるにたる絶対的な切り札が。いらんないって。どうせまだ時代遅れの技術になるんだから。そのうちコブラ部隊だ。コブラ部隊なら全員やったよ。もうコブラ部隊も全員やったよ。あ、ボスがいた理由も後でわかるんだ。へえ。ペラ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 。コブラ部隊、バカはおしゃべりですね。私にはまだシャゴホッドと遺産がある。遺産これ独り占めできんの？我々は止められる。だって賢者たちってまだいるんじゃないの、ここにも。安全なところへ。ボスのことは信頼してんだ。絶対自分が持っといた方がいいじゃん、この人。頼むぞ。こいつがのこのこと戻ってきたということは何かある。 C3 が盗まれた。ということは、サボタージュを企んでいる。ということは、賢者たちもういないんだ。調べてくる。この女は私が始末する。でもザボス激ヤマだから絶対始末しないよね。私に任せなさい。そんなとこで喋ったら絶対聞こえるよ。いい場所に土地買ってマンション建てて不労所得で。いらないよそんなの。もう大佐、戦士らしく戦いなさい。誰大佐って。もちろん。あ、ボルギーの話。もうだってボルギー以外友達になってるじゃん。ボルギーだけじゃん、替えの外は。やっぱね、人に冷たくする人はね、自分も冷たくされるんだよね。これ多分、これガチね。これはオセロットは普通に戦いたい人だから。デスさんこんばんは。10
柔道も分解もごめんだ。じゃあどうすんの？じゃあどうすんの？これもボルギンどんな気持ちでこれ見てんの今。一体ボルギンはどんな気持ちなの？ああリロードはレボリューションだから大丈夫よこの人の。あれ？オセロットのリロードはレボリューションだからなんとかなる。こいつは私の相手だ。お前はそこで見てろ。オセロットはいいよね。つーかさんこんばんは。来てくれてありがとう。ならんならんならんねねなんかオセロットのさガンプレイを完全再現した YouTube ショートとかありますよね。え、うん、何これどういう状態どういう状態これは、うん、すごいあんな感じで撃てるんだ銃。一月さんこんばんは来てくれてありがとう。7分ですあと7分です。スネークをめぐって争う2人待たせたな。では始めるとしやりますか。じゃあいつえ何これあんたいつまで電流流せるの。どうやって充電してんの。せっかくの決闘が何言ってんのこの人。決闘とかでいいんだ。上からジャンプして降りてくんでしょどうせ。酔ってるもん自分に。絶対ボルギン自分のことかっこいいと思ってるよね。イケてるって思ってるよね。1ミリもイケてないわあんた。タイラントみたいになってる。あれサイボーグになってないこの人。足が電気うなぎかな。すごい。これで2人だ。うん。弾めちゃめちゃ持ってるじゃん。そんないっぱい弾いる？あ、何貸してくれんの銃。あ、いい人。意外といい人だった。やばいやばいそのナイフをそう持つのやばいって。これ好き。これ私今度なんか日常生活でも使ってみようかな今のやつ。人数有利を捨ててのタイマー相当愚かだよね。どこにしまったの今。あんたメンテナンスクルーのフレッチャーどこにしまったのそれ。爆肉交代何それ怖い。いやー怖い怖い怖い。タイマーで4分だって。オセロットのライフあるんだけど。あ来た来た来たゆっくり来たわ。装備してみるね。じゃああこの服だとダメなんだそもそも。でも私ねいやいや一旦普通に戦ってみる。一旦一番カモフラが高いのはオリーブドラブだって。フェイスはウッドランド。胸ポケットあたりにしまったんでしょ。え、スニーキングスーツの方がいいの？そま？それでもなんかそんな気がする確かに。着てみるね、スニーキングスーツ。これどうなんの？なんか性能が高いんですかこれ。だったらブラックの方が良さそう。はい、違う。避けられるか。いやー自分は暇い。なんだよ。しまわないよ。ちょっと待って。誘導してくんじゃん。しまった。銃。しまったらどうなるの？しまったけど。いや、強い強い強い。普通に強いわ。ガードってないんだっけ、これ。気持ち悪い。酔ってる自分に。これさローリングでもダメなんだ。何してんのこの人。はいさあもう喉
やば。え、どうすんのこれ。でも、これの弾があるってことは CQC でいける。なるほどね。防御力とスタミナ減少がいい。へぇ。ガードは？はい。あ、いた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 。セナセナさんこんばんは。来てくれてありがとう。いたいたいた。え？ CQC で押し倒して？で、頭で撃つ。よいしょ。いた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 。タカちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。待ってね、これで。こうして。リルホード。いた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 。いたいたいた。寝てる敵に撃つのは無理でしょって。はい。待って、弾がないわ。これ避けれないの、これ。やるじゃん。あ、銃の装備外せばいいんだ。はい。え？銃なんか一回ごとに何ドラゴンボールじゃん、これ。ドラゴンボールの最後の方の戦いじゃん。どこ向いてんだ、あんた。避けれ、あ、銃を外すのね。オセロット完全に敵に肩入れしてるもんね。あたたたたたたた。ほふく、なるほど。はい。いたたたた。キモいキモいキモい。こんなマッチョのおじさんが追いかけてきたらキモいじゃんね。はい。全然撃てない。あ、弾なくなった。なんで弾なくなったの、私。そもそも。オセロット覚えとけって言ってる。何それ。これはね。あ、吐いた。キモいキモいキモい。それあれじゃん。明日のジョーのやつじゃないの。いたた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 。それカカロットのやつじゃん、それ。カカロットの時の言い方じゃん。これやられるしかない。はい。こうね。60。はい。帯電してカンモロ打ってくる。ねねねね、いて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 。どういう人類だ、なんだ。いたたたたた。あ、そこから充電してんの。なるほどね。充電する方法があったの、なんだにも。はい。一生これ、やっぱり。いたたたたたた。いたたたたた。ルサさんこんばんは。来てくれてありがとう。これ痛いわ。CQC になったらローリングで離れてってこと？電撃を食らうと銃弾が暴発してマガジンがゼロになる。そういうこと？さあ、分かってきました、皆様。よし、お任せください、あとはもう。もう私にお任せください。もう、分かりました、全部。いや、なんか、私の、想像だと、多分ね、もっといい何かがあると思うんですよ。やり方が。なので、ここはちょっと、ここはゼロ少佐に少し助けてもらいましょうか。メイジューゼロ？スネーク、ボルギンの電撃に気をつけろ。銃器を装備しているときに電撃を食らえば、弾倉内の弾薬が発火して爆発するぞ。怖すぎるそれ。だが電撃を繰り出した直後は隙ができるはずだ。電撃をかいくぐりながら四角から銃器で攻撃するか、パンチや銃器で撃ってもいいんだ。なるほどね。 C3 の起爆装置がすでに起動しているということも忘れるな。はい。カウントがゼロになれば終わりだ。それまでに決着をつけるんだ。はい。もうちょっとください、追加で。すでに C3 の次元装置が起動していることを忘れるな。はいはいはい。カウントがゼロになる前にボルギンを倒して格納庫を脱出する。むちゃくちゃ言うじゃん。いいな。
大崎町さん、こんばんは。来てくれてありがとう。スネーク、上にいるオセロットは放っておけ。そうですね。オセロット何もしてこないしね。まだあるでしょ、なんか。スネーク、すでにシース。まだなんか持ってるでしょ、あんた情報。情報隠し持ってるでしょ。これループしたこれ。同じことしか言わない。あんたロボット？ダメだね。シギント？高橋さん、スーパーチャットありがとう。体の周りに強烈な電磁場を巡らせて銃弾の軌道を変えるらしい。正面から銃弾を撃ち込んでも当たらないぞ。銃弾を撃ち込むなら背後や側面から狙うんだ。はい。もうちょっと、もうちょっとちょうだい。ボルギンの電撃に気をつけろ。もうちょっと、もうちょっとなんかちょうだい。ボルギンはライフル弾を指に挟み、拳を相手に叩き込む。むちゃくちゃしますね、こいつは。クラウドやばいぞって。そんな分かってんだよね、そんなことは。ボルギンは電撃で。何もない。これ以上何もない。電撃の時は何もしない。はい。余裕ぶっこいてさ、はい、これで、あ、すぐ貯めるんだ、それは。いたたた、ローリングで避けれないこれ。よいしょ。はい、でこうして入った。今入ってないよね。頭じゃないとダメってこと。あ、後ろ入るんだ。後ろはダメージ入るじゃん。え、じゃあもう余裕だよ、あんた。ほら、見てみー、バカタレがよ。はい、サイヤ人じゃん、この人。はい、その調子だ。え、みんな入った、これパターン。パターン入っちゃった。ちょっとこっち来てよ、あんた。はい、もうほぼほぼパターン入ってる。いやいやー、いたた、早いのよね、それ。何、ジャンプした。はい、充電させない。やばい、これはちょっと避けづらいね。はい、避ける。ここだ。よいしょ。やばい、あ、近づいちゃった。なんで私近づいたの今。弾がない、ごめん。やめてください、ちょっと。来る？え、弱っ。レイちゃん、ハロー。It's been a long time。 CQC から麻酔銃ヘッドショットの直ローリング。へぇ、ムキムキの貧乏ちゃま。あら、こいつを撃て。え、嫌です。前からだと銃の軌道がそらされるんだ。へぇ、ローズワーリーズ、ハロー。大佐、それはできません。できませんね、それは。できないだと。あ、できません、無理です、それは。ザ・ボスと約束しました。そうなんです。邪魔れ、私が貴様の上官だ。まあ、でもザ・ボスもっと上だからね。なになに、え、雷撃を銃でそらしたってこと？強っ。俺のリロードはレボリューションじゃん。私に立てつく気か。かっこよ。ボルギン以外の人間全員がスパイ。面白。あ、サザンカさん、こんばんは。来てくれてありがとう。男らしくね。なさい。緊急事態、爆弾が発見された。そりゃそうよ。
EODO 員かっこいい。オセロット、そんな言い方するんだ。はい、繰り返し、それは行きます。EODO 員以外は総員退避せよ。すごい、スネークがいい顔で見てる。行け。ちゆっくり歩くね、ゆっくり。これ好きこれ好き。オセロットいいやつじゃん。なんか美学に依存してる人ってかっこいいですよね。ダイナモクスビアー、 Thank you for coming。 もういいよいいよ、もうあんたやだって、くたばるの。はぁ、何それ。いたたたた、何それ、どういう状態。こう、あ、撃つだけなんだこれは。なるほどね。何してんのそれ。はい、待って、よいしょ、これは避ける。あ、当たった今ちょっと。当たらない、そんなもの。よいしょ、これじゃあキュアしたいけど、今キュアできるのかな。めちゃめちゃやられてる、もうボコボコにやられてる。どれ、はい、あ、バンデージね。はい、もう全部、もう当たりって行き当たりばったりにも全部使おう、もう全部、使う使う使う使います。もうすごい傷になってる、かわいそうにスネーク。はい、すぐやられると思いますけども。あ、そんなとこまで骨折してんの、大丈夫スネーク。はーい、よいしょ、これはどうだ。ダブン、何それ、キモ。あ、弱っ。なに、なに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 、よいしょ、バックジャンプした。待って、銃の弾がない。待って、やばい、あー、弾がない弾がない弾がない。これは M22 の弾だ、これちょっと M1911 の弾ください。ギリギリだねこれ、結構いた。誰の、うわー、やばそれ、あ、やばい、ごめん。はい、当たった、やってるねあんた。もう一発、もう一発、もう一発、あと一発。何してんのそれ、避けた、うまっ。外す、あと20秒しかない、あと20秒しかない。倒したよ、あと16秒で倒した、ナイス。伊沢さん、武田さん、こんばんは、来てくれてありがとう。診療するから、ちょっと治療するから待ってくれ。サンダーボルト、ピカチュウ、サンダーボルトだ。ピカチュウ、サンダーボルトだ。もう死にな、あんた、いよいよ。アイカイさんも終わりだよ、終わりより。もうすぐ終わり。トトさん、こんばんは。来てくれてありがとう。みんな勝ったから高評価ちょうだい、高評価、勝ったご褒美に高評価ちょうだい。いい？もらえそう？高評価。チャンネル登録まだの人がいたらね、よかったらチャンネル登録もお待ちしてますので、お願いします。チャンネル登録したよって言ってくれたらめちゃめちゃ褒めますし、多分リスナーさんみんなもすごいね、
言ってくれますきっと。よかったねって言って、すごいねって言ってくれる。大変大変早く逃げないとスネーク。ボロギンを麻酔銃だけで倒すと正面から敵に撃たれなくなるのがもらえる。へえ。サザンカさん、スーパーチャットありがとう。それ高評価いいやつね。Thank you。もうボロギン以外全員味方だからね。え、サイドカーってさ、いつか一回乗ってみたいけど。ね、サイドカーってレンタルしてるところってあるんですかね。サイドカー乗りたい。え、人生で一回ぐらいサイドカー乗ってみたくない？絶対間に合わないじゃん、この人たち。かわいそうに。え、なんで止まったの？もっと逃げないと。あ、優しい優しい。高岸さん、スーパーチャットありがとう。ねえ、ロシア人同士助け合ってる。解放してくれた。サイドの方乗りたい、もちろん。後で話す。サイド、サイド、サイド側乗りたい。まだだ、俺の最大の任務が残ってる。無理でしょ、それは。その湖にいる。じゃあ行きますか。彼女は。あ、めんだこちゃん、スーパーチャットありがとう。あ、もう月明けましたからね。俺を待っている。10月になりましたもんね。センキュー。本当は黙っていようと思った。うん。あ、シュウさん、こんばんは。あの人とは戦ってほしくない。戦ってほしくない。そうでしょうね。あなたたち。アランちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。高尾さん、こんばんは。来てくれてありがとう。男女を超えたもっと深い私にはわからない関係。羨ましい。もう終わりですか、これで。嫉妬した。ボス倒して終わり？え、じゃあもうすぐ終わるじゃん、今日。私には理解できない。すぐ終わりだ。私は伝言を頼まれた。何？何に澄んだ目の人を見たことがない。ザボス、どうせなんか亡命したの理由あるんでしょ、なんかいい感じの。じゃあね。私は伝えた。ここからまあまあ大変。まさか。あと2時間。嘘、ザボスだけなんじゃないの、あとは。あれ、すごい顔してたよね、スネーク。動いてるシャガホット。そんなとこ歩くの無理じゃない、それ。とりあえず逃げない、一旦。一旦退避しない。え、誰乗ってんの、オセロット。ボルギンは死んだでしょ、多分。まだまだあります。嘘でしょ。ピースウォーカーも手元に来ましたよ、私。あんたまだそんな元気だったんだ。あんたね、そのロボットね、人一人を倒すために作ったロボットじゃないのよ、それは。はい、ジェームス、グリーブリン。サイドカーの動きしてる。MGS3 と4の高難易度で猛威を振るったバイクイベント。ほえー。こんな乗り方できないでしょ。何？何何？どこ撃ったらいいんだ、これ。はい。これは、これはね、これ難しいやつだもん、多分。もうちょっとだけ続くんじゃん、本当に。これさ、AK の方がよくない？こいつ撃たなくていいよね、別に。あ、シャゴホットライフゲージあるじゃん。シャゴホット何？シャゴホット自体にも。これ酔うって、これ絶対酔うやつ。ぜっと待って、これ無理だって。こんなの当てるの無理だって。行かせて、ちょっと。私がですか？私がやるんですか？全然当たんない。
セボイさん、アーマードコア始まりましたよ。今日のアーマードコア。あ、スタン投げまくる。L1 で ADS。へぇ。L1 の人はどうなるの？これ、なんか、ダメージ入るとこってあるんですか、こんなの。すごいことなってる。あれ？横のブースターとか？え？何？何が起きたの今私。あいつ撃ったって多分しょうがないでしょあんなの。これ厳しいね。寮から嫌なんだけどこういう主観性のやつ。それそういう反応になるよね。でしょうね。ロケなんじゃないとダメ。なるほどね。はいはいはい。いいだろう。レッツゴー。終わりだ。あ、今の発信機とかじゃないの？行くわよ。何それ。あ、やってる。さあ、おじさん、こんばんは。来てくれてありがとう。スナイパーじゃん。それ、本当にちって思ってる、それ。うまっ。それ、できる、本当にそんなこと。いや、ジャンプは、バイクでさ、そういうジャンプは無理だと思うよ、私は。何？もうやめな、もう。あんた目的は何なの一体。今のオセロットの目的が分かんないよね。質量はサイドカーの方が大きいからね。普通に打ち合うじゃんこの人たち。打ち合って当たったことをなんか、あーすごいシャーってなってる。シャラシャラしかしてる。よくよけた。それでスネーク死んでたらどうするつもりだったのあんた。浸水してるんでしょあんた。あら、あれ戻るの、そこに。あ、自分でやりたいんだ。なるほどね。自分で今殺せたらそれはそれでもいいんだ。これスネークがもっと撃ってあげないとダメだよね。何してんのスネーク。スネークあんた頑張りな。からの、どっから出したのそんなの。これでオセロットを助けたってこと。これ優しいじゃんスネーク。いやあんたもっと喜びな。生かしてもらったんだからさ。シャラ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 シャーしかめちゃめちゃいいじゃん。敵発見じゃないよあんた。もう逃げなんだたち。みんなで逃げた方がいいって。これ撃たなくてよくない？別にダメージ入ってないもんね。なんか撃つ必要性を感じない。これスナイパーライフルとかいるのかな。スナイパーライフルって私持ってましたっけ。まあでもこれが一番いいかな。はいはい、やるじゃない。サイドカー付きいいよね。修造さんこんばんは。来てくれてありがとう。止まった時だけでいいよね多分これ。あんなとこ移動したら撃たれるに決まってんじゃん。それスナイパーライフルダメ。最高の間なら普通に死ぬ。なるほどね。いっぱい来た。低い体勢でいっぱい来た。はい、全然ノーマル。全然ダメージ入んないんだもん。だってロケランも使えるのね。ここで上見てって言われてるけど。あら
こんななんかどこ行こうとしてんのこれ。早く目的地に行きたいんだけど私。こんなうろうろしてたらそれしんどいですよ。早く、なんでこんなこの基地の中うろうろしてんのこの人たちは。ハンターが一番正確だよね。今無限バンダラはね持ってないです私。また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 。あ、来た？来る？シャゴホット来た。ロケランもらって、うわーで済む。確かに。このステージ大きさぐらい。へぇ。え？誰これ？こいつらも来んの？よくこのヘリコプターこんなとこ来ようと思ったよね。あら？まだまだ来る。こんな部隊いるの？ロシアって。すごいね。当たんないってそんなのもう、その距離から。この兵器すごいね、ほんと。お腹の下真っ平らだし。あんた、仲間のこと仲間と思ってないじゃん。あ、ダメよ、こいつ。友達のことは大切にしろって言われなかった、あんた。友達は大切にしないとダメよ、みんな。何してんの？これ、行かれてるじゃん、もう。頭狂ったんじゃない？皆さん、仲間と友達を大切にしなさい。取引先とかもそう。自分に関わってくれた人のことは大切にしなさい。横に逃げる定期。確かに。ギャッハ！あんたそれだって、陣地変えてどうするつもりなんですか？誰も受け入れてくんないよ。ん？何？はい。やっぱりね、乱射した方が楽しいので、これとりあえずさ、適当に撃ってたらよくない？これ見て、この感じでも当たるよ、これ。はい。なんか適当に乱射してても当たるっぽい。ほら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 、主観じゃなくても当たるんだけど、この感じで。マガジン無限だしね。ほら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 、こんな倒し方があるらしい。大体の方向で当たる。スネーク、この状態で立ちながら撃てるのすごいよね。ほら、こっち、やったぜ。撃ててる今私。誰してんこれは。無限に来るじゃんこいつら。はい。サバイバルビューは開いたらどうなるの。あ、お兄ちゃん、あとファンバラさん、こんばんは、来てくれてありがとう。M63 って何人？これ何？これは。この服、あ、でも、赤い星があるってことはロシア製でしょ？これ。余計なって。あんたそれ余計なって。いくらすると思ってんの、その飛行機。3、40億ぐらいしますよ、多分。あんたそれ、予算考えな。自分の軍隊の予算のこと考えな。予算統括してる人にめちゃめちゃ怒られるよ多分それ。これでどうだ、逃がすものか。 M63 は景気感情。へえ、出た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 。バカじゃないのこの人。何してんの一体。ニコッとしてる。ビッチそれはビッチ。いや、スネークまた横に避けないよ、横に。横に避けなって、まっすぐ行くからダメなのよ、それ。よいしょ。はい。くるくるくる。来るよ、あいつら。こうした方がリロードがいいね。だって撃ったってしょうがないでしょ、こんなの。
え、ロケットランチャーって撃てるわけ、もしかして。倒し方教えて。これ食らうの私たち。なんかあんまりダメージ入ってない。ダメージ入ってないですね。ちょっとぼーっと見てるんですけど今。泉さんこんばんは。来てくれてありがとう。あ、痛い。ちょっと待って。あんた倒し方がしょぼいね。ヒデオさんこんばんは。来てくれてありがとう。ボルギン戦この後にもっかんの？ロケランないと無理なわけね、これは。オッケー。弾無限だし。はい。入る？え？あ、そうか、リロードにすごい時間かかるんだよね。え？リロードすごい時間かかる。全然ダメージ入んないじゃん。あれ終わったわ。バイクイベント中に頑張れば最大で4分の1は削る。へえ、あ、ドリルをやるんだ。なるほどね。ドリル怖い。でもすごい、スネークすごい。ドリルはでもロマンって聞いたよ。あれ？え？すごい。え？そんなことできんの？左右のジェットを調整して。なんかこいつただのバカですね。 R2 を2回押す。なるほど。鉄橋はどこ？鉄橋は、はい、はい、OK。 OK。 私のロケランどこ行ったの？爆弾を狙撃する。それは無理でしょう。あんたなんか遠隔起爆の方法ないの？なんかシャゴホットがヤドカリっぽくてかっこいいね。ヤドカリごっこ。よりひろさんこんばんは。来てくれてありがとう。行くわよ。 OK。来た。あのドリルで加速するのはちょっと無理があることない？チャンスは1とはフラグ。確かに。うん、レッツゴー。すごいジャンプしてる。もうサスペンション粉々になるでしょそれ。あ、私狙撃もめちゃめちゃ得意ですね。一発でビシッと決めれると思います。ジングさんこんばんは。来てくれてありがとう。確実に一発で決めれると思いますね、これは。塗装面が壊れる。もうめちゃめちゃいろんな人に怒られるよね。こいつらもさ、さっき仲間やられてんだからさ、オセロットに付き従う必要なくない？もうこの悪環境であれ撃つのやばいぐらいむずいね。環境が悪すぎる。はい。え？どこ？2つ？あれね。どう？あ、こうか。え、そうか、来てる時にやらないとダメなのかな。オッケーオッケー。一個やった。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケーオッケー。いいの？はい。どうですか？え、全然バカできてないんだけど。はい。かわいそう。部下がかわいそう。指揮官が無能だと部下がかわいそうだよね。あれ、音大きい。ちょっとみんなごめんね。もうちょっと下げますね。エンタ君こんばんは。来てくれてありがとう。難易度で数が増える。なるほどね。私オセロットのまね似てない？これね。バイバーイ。そんな重いのが登れるわけないでしょ。これだってあの中に燃料とかいろいろ詰まってんだから、爆発して終わりでしょこれは。グレゴリアス。
Are you a new viewer? Thank you for coming, Gregorius! How is your day? I'm a VTuber, Sui Kawasaki. ゆばちゃん、こんばんは。How do you find me, Gregorius? 見て。無理だって、それは。何笑ってんの、この人。あ、先っぽだけ？なんか、トラックの先頭みたいになってる。トラックの先頭。もう何もできないじゃん、そんなの。ソリッドさん、こんばんは。来てくれてありがとう。まだだ。まだ終わっちゃいない。逃げよう、逃げよう。あれ、一人でさ、移動も火器の制御も自分でやるの結構すごいですよね。ベラセウス、It's not over yet! その代わり、攻撃は俺に任せろ。任せて。そうね。もう逃げるのには飽きたわ。エヴァ、二人で戦おう。じゃあ、なんていうの、貝殻の部分にはさ、何が入ってるんでしょうね。シャゴホットライトモデル。ケーキ漬けのチュウ？え、それいいな。なんか、それいい表現だから使いたいね、それ。ケーキ漬けのチュウね。行くぞ。It's not over yet! これどこ撃つんですか？ドリル？え？あ、ロケラン装備して。こうね。本当だ。本当だ。 R ボタン2で2回でも、え、全然ダメじゃん。ダメージ入ってないんですけどね。え、全然ダメージ入ってないんだけど。とりあえずあれですか、これをやって後ろ足、とりあえずここ打ってたらいいってこと。なんか壊れかけてる気はする。それで？それでどうすんの？あとは？あ、入った入った入った。え？あ、ダメだわ。もっと。コックピットの後ろ？ここね。後ろってどこ？あ、後ろ側ってことね。じゃあこれで、わかったわかった。足をまず弱らして、ボクシングでもね、ボディ打って足を鈍らせてからとか言いますもんね。で、ここね。ここね。はい。え、余裕じゃないこれ。私やっぱゲーム上手いからね。こう、よし、こうなった。これで、ね、嘘。まだダメ？こっち、足止めて、足止めて、いった？動きが鈍くなる。スルーした、ごめん。足止めてからの、はい、打つ打つ、いけるいける、絶対いける。何これ、これそこったどうなんの。いや、機関じゃないのよ。止めたかったの、私は。あれ？ここで、後ろね？あそこ。え、余裕じゃん。え、皆さんごめん。これもう一発かもしんない。これは。これはね、やばいわ。余裕だわ。ごめんね。ちょっと期待には添えませんけれども。ちょっとご期待には添えませんけど。今日はちょっとさっとクリアさせていただきます。ごめんね。はい。後ろね。この人さ、シャグホットってこういう1対1で戦う多分兵器じゃないんだよね、きっと。なんで？何をしてんの、この人は。治った、こっち。あとこのキャタピラみたいなやつもさ、
気づいたら治って動いてるのやばいよね。はい、違う、後ろ向いて、そう、もう死ぬもう死ぬもう死ぬ、ごめんねみんな、もう終わっちゃうわ、ごめん、余裕だった今回ばっかりは、申し訳ない、やったな、やったか、よいしょ、あくまでも発射装置、終わる、もう終わる、もう終わる、もう終わる、後ろ向くよ、はい、あーもう余裕でした、ごめんね、シャグホットの後ろに亀裂が入ってる、へえ。あれアルケメニアンスクリューっていうの、あれ、へえ。助走をつけてミサイル撃つやつ、うんうん、接近戦想定してない、接近戦想定してない車両でさ戦うやつバカじゃない、だってみんなこれ今日は早く寝られそうですね、うん、うん、何してんのそれ、え、どういう状態これは、できないってそんなことを、あんた電気のこと、電気のこと万能のシステムだと思ってないこの人、あら、電気を万能のなんか魔法だと思ってるこの人、随伴歩兵に守らせないとダメな兵器、そうだよね、こんなことできないって絶対、そんな避け方できます、ギリギリじゃん、電気があれば何でもできる、なんか違うんだよねそれ、デクノボー、キノコ食ってバッテリーが回復する、やば、バイクもね、どこでも走れる夢の乗り物になってますしね、随伴歩兵もついてこれねえよ、あら素手で装甲をぶち破るってなるぞ、確かにこれ私が打つの、もしかして、司令官さんこんばんは、来てくれてありがとう、これあいつだよね多分打たないといけないのは、ああれ？これ私のことは襲わないんだ、この人は。これはね、狙いづらいね。多分だけど、これも多分足を狙って、足を狙って、え、今、こうだよね。絶対こう。足をまず打つ。で、移動速度が遅くなったところを、はぁ？やってるね、こいつ。ミサイルが来るって。違う違う違う、何してんの？あ、避けたし、今。いたたた！やってるわ、これ。マライタさん、イムジャクさん、こんばんは。来てくれてありがとう。全然エマちゃんがさ、何も引きつけられてないんだけど、こっちを。はい。いたたた！そんな人にミサイル使うことってできるの？はい。いたたた！どうすんの、これ。よいしょ。はい。全然あれじゃん、一発撃ってですね、多分一発撃って、これどうやって避けるの、これ避けれない、でこの隙にこうね走って逃げる、
エヴァちゃんがさ、くる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 相手の周りを回ってるんだけどさ、何の意味もないんだけど。はい、ちょっと待って、キュアします。ちょっと風圧だけで腕吹っ飛びそう。そうだよね。どれ、はい、プップー、ここまだ、プップー、オッケー。左右ミサイルは左右より前後に、機銃は左右にフィールドを活用する。あ、なるほどね。あれ待って、機銃あるじゃん、機銃ある、機銃ある。これどうなる、これさ、あいつに当たる。はい、どう、これもうバラバラよ、こんなの。こうなるね、何発か食らったらバラバラになっちゃうよ。はい、それ全部電気で、はぁ、やってるわこいつ。潰れた、あ、潰れちゃった、やってるな。やめて、機銃壊さないで、機銃を。はい、ほら、打ち合い合戦。はい、こんなの全部避けるの無理だって絶対。フォーチュンじゃん、メタルギア2のフォーチュン。はい、はい、ギリギリまでやった。トラクチさん、こんばんは、来てくれてありがとう。銃座弾数制限あるんだ、へえ。来た、なんで当たってないでしょって今。避ける、避けた、はい、はい、避けた。いたたたたたた、あ、いたたたた、いたたたたた、でしょ。これまだあります、銃座って。あるね、ある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 わ、これ。あ、だエヴァちゃんがさ、あ、いたたた、エヴァちゃんがなんかあのやってくれるの、どうなったの。これミサイル撃ち落とせんじゃない、ほら、オッケー、こういうことじゃん。はい、これはもう余裕でしょ、さすがに。これはだって全部は無理でしょ、あんた避けるの。何百発、何百発発射されてると思ってんのこれ。はい、あ、終わったわ。皆さん余裕でした、チャフを。なるほどね、この銃座強すぎる。あんなの食らったらもうミンチになっちゃうよ。最後あれだよね、ザボスの戦いがあるんですよね。エヴァちゃんお遊戯すぎて草、間違いないね。何これ、どうせあんたのところに落ちるんじゃないのそれ。雷などなんともない、あるって絶対、絶対あるって。みかんちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ロロロちゃんもゆうきさんもこんばんは、来てくれてありがとう。皆様あの高評価ね、今来た方高評価よろしくお願いします。まだ押してない方は、はぁ、かわいそう。まだ押してない方は高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録もまだの方はぜひぜひお待ちしてます。まだバイクイベントあんの、ほんとに。みんなバイクイベント行くよ。銃の弾が熱で発射されちゃってる。避けないと飛んでくるよこっちにも。ミスリさんこんばんは、来てくれてありがとう。そういえばね、なんかポケモンに一撃必殺って技ってあったんでしたっけ。一撃必殺って何がどう一撃必殺って。どんな攻撃してるんでしょうね。お、落ちやすい電荷があるな。おもしろ。1.25W。それあれじゃん。あの、なんだっけ。あの、
あれあれなんだっけ、バックトゥザフューチャーのネタでしょそれ。ジガワットってすごいよね、実際にない単位なのにさ、あのなんか強いってのわかるもんね。いやこの兵器がさ1964年のソ連にあることがやばいよね。はい、ボルギンおじさん今の生きてたの、やばすぎでしょ。こいつらもう指揮官いなくなってんだからさ、仕事しなくてよくない。え、ジガワットってあれ500なの。そうなんだ。これで1名取り留めたは嘘でしょさすがに。FF になった、何フレンドリーファイヤーってこと。はい、適当にやっとくね、適当に。ああなるほどね、これでなんとかなるはず。よー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 、適当に打ってたらよくない、こうやってノーマルはなんとかなるでしょこれで。はい、ババババババーン。どうして来たぞ、いた、来た来た来た、適当に乱射したらとりあえずなんとかなるから。ほらもううわーって言ってるし、誰もボルギンにはかけられない。確かにあれがね優秀な指揮官だったらね、みんな集まってくるだろうね、きっと。どこだ、誰、いい、指揮なくてしなくていい。はい、ハッピートリガー、ほんとだ、なんか楽しくなってきた、私トリガーハッピーで楽しくなってきた。敵前逃亡したら粛清、真面目に働いてても粛清されるからね。燃える男は生きてるわけではない、あれ生きてないの、あれ死んだってこと。あ、来ましたか、待ち伏せ、違う違う、ごめん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 って。はい、そっか、うろうろしないと、もう行きな早く。そうそうそう、なんで今うろうろしたの一回。もういいよ、どんどん行く、どんどん。全然あの何ライフ減ってないもんね。こんなのラゾレーボー乱舞、うんうん、ソ連国旗のコスチュームだと正面から撃たれない。へえ。いや、これはね、酔っちゃうよね。さすがに。はい。とりあえず撃っときますね。お薬出しときますね。はい。こういう感じでね。こういう感じで乱射しておくと、多分なんとかなるでしょう。あ、上もしかして。上。多分上の、あの、飛んでる飛行機たちが、ゴニョゴニョやってるんですかね。はい。鉛の薬出しときますね。ジョワーって言ってるもんね。あ、こっちの方がいいかな。R2 のリロードはすごいですよね。すごいラック。このシステムは、導入されてて正解のやつなんですかね、そもそも。全然当たんない、これ。さすがにちょっと無理ですか、これは。さすがにちゃんと撃つ？はい。さすがにちゃんとやりますね。はい。倒木？はい。倒木。倒木そんなので壊れないよ、多分。でしょう？はい。あいつ当たんないわ、全然。あ、死んだ。かわいそうに。ラゾレーボ、北部に行きました。お次は？誰も来ませんね。一から出てく、そうなんだよね。いいのかな、あれあって。はい。
撃ちまくる。敵は見えてないけど、うおーっていう音だけが聞こえる。敵の悲鳴だけが聞こえる。ぐわーって。ギャー。はい。あ、同説130いった。ありがとう、みんな見てくれて。嬉しいです。コメントもよかったら、なんとなくたくさんしてください。はい。もうちょっとでね、もうちょっとでエンディングまで行きますからね。今回結構エヴァちゃんの仕事してますね。ちゃんと蛇行してる。何？右がどうしたって？あいつらね。当たらないんだよね、これ。はい。AK の精度が悪すぎる。チロちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。フルメタルジャケットの治療中。確かに。誰もいませんね。いた。どんだけ湧いてくんの、こいつら。はい。飛ぶ？嘘でしょ？無理ですって、それは。それは無理ですって。エヴァが自動回復してるの怖い。確かに。すごいでしょじゃないんですよね。いや、これ、ノーキルは無理でしょ、このゲームは。そういうゲームじゃないよ、これ。思ったより激しい。激しいね。あ、巻いた。よかった、よかった。燃料が漏れている。嘘。うわー、当たってる。それ、手で締め、手で締めな、今。手で。やばい。まずい。これやばい。スネーク側から突っ込んだ。それ、スネークだけ死んじゃうやつよ、それ。よそ見するから。エヴァちゃん。ああ、どうすんの、こっから。こっからどうすんのよ。やば。エヴァちゃん？だって普通だったらこれで死んでももう全然おかしくないですからね。あ、いた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 。エヴァちゃん死ぬの、もしかしてここで。雨降ってるしね、すごい。エヴァちゃん？あ、元気そう。結構元気そう。と思ったらって感じね。あれ刺さったら痛いだろうね。どうする、とりあえず。ひどい。とりあえず先の方を折って。抜いて、でも抜かない方がいいとかもあるんだっけ。あなたここからと地獄じゃん。まあ自分よりね、やっぱ相手のこう健康が気になっちゃうよね。あそこ腎臓なの、位置的に。エヴァ、逃げるぞ。逃げるよ、エヴァちゃん。私は置いてって。エヴァ、あの人が待ってる。待ってるけども、待たせときゃいいのよ、そんなの。何に。ダメだ、逃げるぞ。逃げるよ。田浦さんこんばんは。来てくれてありがとう。もう先脱出しよう、もう先に。初めてだな。初めて君が弱音を吐くのを聞いた。確かに。何それ。シロさんこんばんは。来てくれてありがとう。一緒に行くんだ。一緒に行こう。一人で。エヴァ、君の力が必要なんだ。パチパチしてる、目をパチクリしてる。君が必要だ。俺はウィグを操縦できない。ウィグって何？あ、つぼった、つぼった、つぼっちゃった。この状況なのにつぼらしちゃった。わかった。オッケー。私が助けてあげる。ありがとう。いや、それさっき線と折った方がいいって。さっきすぐ抜けるように助けてあげなって、スネーク。脱出するための飛行機。へえ。あ、エヴァ4にも出るっけ。
まり覚えてないな。止血はした方がいいよ、それ。ごめんね。止血はしな、先に。いや、気絶するよね、こんなの。みんな想像してみてよ、自分の体に穴開いたとこ。大佐、ちょっと、エヴァちゃんやばいんだけど。スネーク、聞こえる？あ、聞こえます、聞こえます。よかった、エヴァが重傷だ。重傷です。あなたもでしょ？幸い内臓は逸れてるようだが。落ち着いてスネーク。内臓逸れたの、今の。落ち着く？すぐに応急処置すれば、二人とも助かる。嘘、やったぜ。でも、処置はあなたしかできない。オッケー。いい？まず R2 ボタンを押してって感じね。あ、わかった。フォーでは渋いおばさま、そうなんだ。ビュアに入って治療して。水上離着結局離着結局結局へえ。サバイバルビュアをエヴァに切り替えれば。ダムダイさんこんばんは、来てくれてありがとう。すぐに手当てして。それからスネーク、うん、分かってるとは思うけど。は？もしアイテムが足りないなら自分を優先して。絶対しないよそんなの。バカじゃないの？わかる。私の言ってる。全くわかんない。あなたにはまだやらなければ。待たせときゃいいのあんなやつ。やるべきことは分かってる。どうせ待ってるからほっといても。スネーク、シンシさんこんばんは、来てくれてありがとう。タタ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 。何？出血包帯消毒。出血包帯、これね、はいはいはい、出血包帯消毒。順番は何でもいいですからね、こんなのね。はい、治った。はい、治った。もう治ったよ、もう。もう 100%。完治しました、完治。あとは、レーション食べて、じっとしてたら回復するので大丈夫です。なんとか。このゲームでボスを待たしときゃいいっていう人初めて見た。いいじゃんね、別にそんなの。こっちは急いでんだからさ。ボスは健康なんだからさ、待ってくれるってほっといても。これを。何これ？これ、途中で拾ったシングルアクションアーミーですか？違うぞ。ツーハンドホールドするときは、うん、シリンダーギャップからの燃焼ガスで指を焼かれないよう、手の位置に気をつけろ。そんなことあるんだ。くるくる回した。かっこいい。とりあえずもうとっとと基地に連れて帰って、早くついてくる。はいはいはい。なになに？スネーク大丈夫か？私じゃなくてエヴァちゃんをちょっと気にしてあげて。治療したなんとかあるけど。皆さんエンディング行くよ、エンディング。このままスネーク、君が先導して敵の包囲網を突破。あと得意得意、そういうの得意です。私エヴァは基本的に君の後をついてくるだろう。はい、君が捕捉すればエヴァが捕捉する。私殲滅は得意ですよ、任しといて。私にアクションボタンを押せばエヴァを呼ぶこともできる。あ、そうなんだ。エヴァと共に湖を目指してくれ。はい、余裕です余裕。私なんか しんどいことなってる？あ、ちょっと痛い、ちょっとだけ痛いわ。はい、骨が折れてる、骨が折れてる。そこの骨が折れてたらもう終わりだよ、もう。はい、あと何？これ？これ？はい。いざという時の自決よ。まさかで、あ、すごい物資いっぱい落ちてる。レーション、レーション。ほとんど持ってる。でしょうね。だってさっきまで弾無限だったもん。行くよ、エヴァちゃん。こっちですね。エヴァの治療履歴？そんなの見れんの？タタ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 。エヴァにもご飯があげれる。へぇ。タタ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 。もういいって、この人たち。家帰りな、もう。だって指揮官いないんだからさ。敵もいるし、どこかで地雷もあった。嘘でしょ？ないでしょ、さすがに。
この人たちだって指揮官いないのにさ勝手に連れていくってすごいよね。勝手に仕事してるもんね、ほっといても。ニキこんばんは、来てくれてありがとう。グルーの兵士の最後の見せ場、なるほどね。フード？フードで？マーコールをエヴァ。うわ、腐ってる。ごめんって。ごめんって。まずごめんね、ロシアのご飯まずくて。申し訳ない。カオション状態になってる。行きますよ、エヴァちゃん。います？どこに？いる？なんかムワ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 言ってる。もうちょっともう終わりだ。終わり？何が？はいはい、倒せばよかろうなのだ。ハエのマークがついてる。そうやって見分けるんだ。行くよ、エヴァちゃん。エヴァちゃん、行くよって。相手してらんないから。あ、もう時間かかるから、そういうの。はい、おいでおいで。戦闘、あ、倒すの？倒すのね。エヴァ、ごめん、みんなちょっと待って。エヴァちゃんがもう、私はさ、私はステルスしたいのにさ、エヴァちゃんがやる気になっちゃってるわ。申し訳ない。私は行きたいのにな。行くよ、エヴァちゃん。ほら、おいで。こっち、エヴァちゃん。こっち、エヴァちゃん。エヴァちゃんって、言うこと聞かないじゃん、全然、こいつ。不良品、不良品じゃん。どこだじゃないんだよね。はい。任せんじゃないの。切ってって言ってんの、こっちに。任せるとか、任せないとかじゃなくて。ほら。こっち、こっち、こっち、ほら。早く。エヴァちゃん。そう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 、エヴァちゃんがもう戦闘民族だもの。あ、エヴァちゃんはスタミナ減りが早いんだ。なるほどね。先に行って私がちょっと処しとこう。ご飯もね、なるべく確保していきたいですね。いったいったいった。ナイフだけってできるんだっけ。はい、ご飯くれない。エヴァちゃん、ちょっと、はいはい、ここです、ここここ。どこ行ってたのよ。え、こっちのセリフよ、それは。今のヘビ倒してももらえなかった。こっち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 。来てる、ちゃんと。エヴァちゃんついてくるとか言って全然来ないじゃん。私に任せて、任せてとかじゃないんだよね。なんか全然来ないんだよね、あの人。あ、こっちですか。はいはいはい。あ、倒すと食べちゃうか。なるほどね。湖はその崖を登った先だ。はい。君の助けがあればエヴァも崖を登れるだろう。わかりました。彼女を近くに連れてくる。あ、カエデさんこんばんは。来てくれてありがとう。ナイフがここにないから。あ、違う違う違う。これさ、装備しとかないとダメだ。バックパックで。ナイフだけのやつ。あれ、ナイフだけでない、あ、あった。こうだね。クマちゃん、お疲れ様。エヴァのスタミナ、エヴァのスタミナやばいよ。エヴァちゃん食べる？ご飯。ロシアのレーションしかないけど、食べま、あ、エヴァちゃんが近くにいないからだ、これ。食べ物って言ってる。ごめんね。飢え死にしそうになってる。だぞ。はい、どうぞ。熱感知ゴーグルで。なるほどね。熱感知ゴーグル私持ってたっけ。
行くよ。スネークは元気だね。ちょっと撮りますね。動いてる人いるもんね。カメラない。バックパックからの、これ日本語にならないんだよね、この人たちね。サーマルゴーグル、これですね。こう。敵がまずいっぱいいるんだけど。ごめんごめんごめん、ちょっと待ってって。はい。取った。来てる来てる来てる、待って、ごめん、来てるわ。まずね、まず先にちょっと来てる。はい。先ちょっと片付けますか。あ、寝てるやついる、そこに。やった？やったね。エバちゃんにご飯使ってあげたいので、エバちゃんにちょっとご飯あげますね。エバ。まずすぎるわ。ごめんって。まず。ですよね。さっき聞いたもん。何これ。ごめんって。よいしょ。大丈夫？オッケー。ちょっと倒してくるね、ちょっと。はい。はい、私人倒すの得意だから。はいはいはい、あとはいる。はい、なんか落としたよ、スタプティック。いた、あ、いたいたいた。待って、これあと一人だからもう CQC の方がいいじゃん。はい、なんか出しな。リチャードさん、こんばんは、来てくれてありがとう。でサーマルつけて、これこの赤いの何なの、赤いやつ何。あ、ここです。はいはいはい、もう世話が焼けるね、あんたは。違う違う違う、ナイフにして。エマちゃん結構あの多分2人になったら甘えてくるタイプね、あの子は。私にはわかる。こうして、これ何、いない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 です、いないです。鳥居ちゃん、全然ないじゃん食べ物。これは？これ何？スタプティック。鳥ちゃん、あ、いるいるいる。ゲコ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 ゲット。これ何？泥じゃん、ただの。あとは？はい、これスタプティック。こっちですよ、エマちゃん。エバちゃん？エバちゃん？あ、待って。これ撃ちます、私。逃がしたんだけど。信じられない。エバちゃんどこ？これはダメだから。あーら、エバちゃん、もう声も届かないじゃん。どこにいんの、エバちゃん。いたいたいた、行くよ、こっちこっちこっち。オッケー、ついてきたついてきた。エバちゃんのためにご飯取らないとね。なんか木の実とかないんですか、木の実とか。木の実なんかあるんでしょ、木の実的なやつ、この世界には。鳥
取り取るのはそして結構難しかったですね。エヴァちゃん、はいはい、ここ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 、おいでおいで、視界範囲内でやらないとダメ。なるほどね、はいはいはい、こっちだよ、おいで。果物の方がいい。あ、ヘビいた。はい、そしてキノコゲットする。取り取るの難しいよね。ちょっと待っててね。ちょっと倒しちゃうね。はい、バイバイ。これサーマルすごい便利ですね、こういう時の。え、なんかそこいるんだけど今。ちょっといるんだけど、え、もうなんか、え、これ倒していいって言ってるのもんじゃん、これ。ラッキー、バイバーイ。お腹減ったって言ってる。ちょっとご飯あげますね。じゃあエヴァもヘビには5万円つ、ふんふん、食べな。飽きそう。ごめんって。あ、三角ボタン押したとこまでしか行かないんだ。なるほどね。待ってね、エヴァちゃん。これは、逃がした。してないしてない、落としてない。ナイス。はい、倒しきれない。ヘッショ以外はさ、なかなか死なないよね。エヴァちゃんオッケー。キノコも食べておく。あ、三角押さないと。そうだ、これ見たらもう余裕でわかるね。あれ生きてる、まだ。死んだよね、あの人。あ、まだまだ続くね、この感じ。ちょっとごめんなさいね。なんかレーションとかないですか、お兄さん。玉は美味しい。行くよ、エヴァちゃん、おいでー。今の軍隊のボディーアーマーは 5.56 防ぐ。へえ、じゃあもうやばいじゃん。じゃあだから手とか足を打った方がいいってことですかね。エヴァちゃんの容態がみるみる悪くなってんだけど。これあとどれぐらいあるの？なんかああいうすごいボスの後の戦闘でこういうなんか地道なシーンが続くのって結構ゲームとしては珍しいんじゃないの？なんかついたっぽい。防いでも痛いものは痛い。確かにね。それはそう。なんか貫通しなくてもこう、何でしたっけ？気絶するとか言うもんね。もうラスボスエンディングだけじゃな、え？じゃあなんで今あたとこ歩かされたの私たち。助かってないよ、まだ全然。全然助かってないよ。あそこ。どこ？こんなとこにこんなの潜ましてんの？あれ、エヴァちゃん一人で運転する気？やば。ザボスね。
私だったら絶対狙撃するけど、ここで。はーい。狙撃されたい放題じゃん、こんなとこ。邪魔はしない。でも、帰ってきてね。はーい。肉にめり込まないだけで衝撃で骨が折れる。やば。モナカさん、こんばんは。来てくれてありがとう。顔をきれいにする。黒い、あー、これなんか見たことある、これ。メタルギア4でもこういうシーンありましたよね。なんかこう、花畑一面のところに。何これ、何これ。何が放たれたの、一体。綺麗でしょ、命の終わり。え、なんかこれ、デイビークロケット今のもしかして撃ったの、あんたもしかして。やってるね。命は最後に残りがを放つ。ちょっと何言ってるか分かりませんね。光とは死に行く者への闇からの選別。うん、待っていたわスネーク。まあ、待たしていいって言ったの私ですからね。誕生、成長、そして今日の決着を。戦いたかったってこと、私と。どうしてなんだ。どうして、生きてほしいな。あ、なんか世界に一つだけのみたいなこと言い出した。だが対戦の終結と、いや、世界が一つだったことは多分歴史上一回もないよ、多分。世界は分散した。うん、コブラ部隊もバラバラになった。いや、コブラ部隊私が全部倒しました。共に戦った仲間だ。あんなおかしな奴らと一緒に何してたの、あんた。時代の流れで敵味方がまるで風向きのように。まあ、それは確かにそうですね。こんなバカな話はない。昨日の味方は、え、あ、ごめん、飛ばしちゃった。スタート押しちゃった。私はネバダの砂漠にいた。もうみんながフェイスペイント取るとか言うから、フェイスペイントって取れるのかなと思ってスタート押したら飛ばしちゃったんだけど。スーさん、こんばんだ。こんばんだじゃないよ。スーさん、こんばんは。来てくれてありがとう。みんなが取ろうとか言うからじゃん。そして私、取れないよ。ペイントなんてもう遅いよ、時捨てに。スネーク、お前も被爆したな。ビキに感謝。なんかそういう設定あるらしいですね。それがお前に惹かれた理由でもある。え、好きじゃん私のこと。お前と私は同じだ。うん、お互い。え、でもこれあれだよね、ビッグボスは別に普通の兵隊ですよね。自然において死ぬことは許されない。え、そうなの。私たちに明日はない。なくはないでしょ別に。未来を夢見ることはできる。いい未来見ていこう。チャンネル登録みんなで10万人目指そう。1960年、私はあるべき未来を見た。うん、宇宙から。ソ連が人類初の人工衛星、ああ、スプートニクショックですね。岡田敏夫さんがちょいちょい言ってますね、それは。その衝撃は全米を。そう、ネイキッドはただの兵士ですよね。アメリカは国の総力を上げた有人宇宙飛行計画、うんうん、アポロ計画ね。マーキュリー計画をスタートさせた。はい。ソ連の有人宇宙飛行の成功は目前と言われている中、うん、アメリカはまだチンパンジーを。だからまだあれですよね、その直接殴り合うよりはさ、宇宙開発競ってる方が、まあまあなんか健康的というかね。非公式に人間を宇宙に放り出すことにした。うん、嘘。選ばれたのは私だ。あ、ザボスってあれなの？でもザボスなんかさ、絶対宇宙生かしたらダメだよね。だってかけがえないじゃん、失ってしまったら。選ばれたんだ。すでに被爆していた私がな。被爆してる人一人しかいないことないでしょ、多分。その時、うん、私は宇宙からこの星を見た。うんうん、そしてすべてを悟った。米ソは宇宙開発にしのぎを削って。しのぎを削るってそんな感じ書くんだ。経済で、軍備で、無意な争いを続けている。うんうん、見ればお前にもわかるはず。地球には国境などどこにもない。まして冷戦や東西の線引きなど。ああ、それはまあそうですよね。地球は一つ的な。米ソのミサイル競争も宇宙開発競争も、うん、この答えにたどり着くために行う。それはいい気づきですね。
21世紀には誰もが直視することになる。我々は地球という小さな星の住人である。全然まだ誰も、今のところ誰もまだ理解してないけどね。完全にもうバチバチに殴り合ってるけどね、まだ21世紀。だが現実の世界は私を裏切り続けた。今もだからね、ごめんねザボス、今もちょっとダメだわ、まだまだ収まってない。全然コスチノス湾に送られた。コスチノス、亡命キューバ人による祖国奪回の形を取った CIA のキューバ侵攻作戦。キューバ侵攻するっていう作戦あったの？裏切った。腰抜けの大統領は航空支援を取り消し、部隊は孤立無援のままキューバ軍。航空支援はしてあげてほしいな。私はそれを黙って見ているし。22世紀も殴り合ってる、ありえますね。やっぱしのぎ間違ってるよね。そうだよね。あれだけ尽くした国に、命まで捧げた政府に。そんなみんな捧げてんの命？私は表の世界から追われ、地下に潜った。かわいそうに頑張ったのにね。2年前、かつてのあソロ。ザソロと対峙した。ソロならさっきまで会ってたよ私と。彼は仲間だった。あスーさんゴールド免許ナイス。どちらかが死ななければならなかった。選択の余地は。あれこれソロですか？もう骸骨になってるけど。ザソロは私のために命を絶った。はい。お互い恨みなど何もない。どちらかが死んでどちらかが生き残る。それが任務だった。悲しい。その任務を私に与えたのが賢者たち。賢者たちすごい、そんなとこにそんな有名人にもアタックしてくるんですね。当時の中華民国を動かす実力者たちが集まった。女性が一人だけいますねここ。賢人会議と呼ばれる極秘会談。今もなんかあるらしいよね、そのなんていうんだっけ、賢者たち的な会議あるらしいね。岡田敏夫さんが言ってました。1930年代彼らの最後の一人が死んだ。へえ。組織だけが暴走を始めた。誰が取り仕切ってんのそれ。ただの形骸になり下がった。そのおじさんならさっきウキウキしてたしてたね。正義も悪もない、あらゆる戦争のあらゆる局面で様々な国、目的は何なのこの組織の。まさに戦争そのものだ。それが彼らの手口だ。ソースは岡田敏夫です。そうです、あるって言ってた。あ、ダボス会議、それそれそれ、ダボス会議。ふうさんこんばんは、来てくれてありがとう。この先も永遠に続いていく。わかるかスネーク。わかる、多分。賢者たちは私を、そしてお前を喰らうことで、この輪を永遠に紡いでいくつもりなのだ。どういうこと？つまりどういうこと？あ、ザボスのパパ誰なの？彼は賢者たちの一員だった。やばいじゃんパパ。要人じゃん。私は賢者たちの最後の娘なのだ。それなのにそんな強いの？その父も真実を私へ伝えた後、実体のない組織に命を奪われた。あら。だが賢者たちが私から奪ったのは父だけではない。何奪っちゃったの？あと1944年6月、そういう人ってなんか現地行かない気しますけどね、なんかね。V2 ロケット発射基地の、これ壮観だね、この効果。なんか当たりそうだけどね、みんな横にいる人に。妊娠して戦地に行ったらダメ。行ったらダメ、それは。出産は戦場でした。賢者かっこ武闘は、いや本当そうだよね。だが息子は取り上げられた。なんでよ。賢者たち。なんでよ。そういえばなんかあの子誰だっけ？2に出てきた人も取り上げられてましたよね。あ、この服の男性バージョンがあれですか？私が今、あれ？何それ、どういうこと？なんで子供作るのにその傷が必要なの？もう私の中には何もない。何も残ってない。こんな強いのにね。あ、オルガ、オルガ、そう、オルガね。ゴルルゴビッチね。夜になると痛みだけがじわじわと這いずり回る。というか待って、下着つけてないの？蛇のよう。え、下着はつけな？なんかスポブラ的なやつとか。
そういうのも内包されてんの、その服。こんなに自分のことを話す。1960年代って下着とかなかったってこと？そんなことないですよね。黙って聞いてくれて。ボスがちょっとなんか優しいとこ出してる。嬉しい。スネーク。私一言も喋ってないのにすごいありがたがられてる。例の作戦を開始しろ。いきなり声冷たくなったよ。私はお前を育てた。いきなり何があったの今。武器を与え、技術を教え、知恵を。いきなり冷たい声出すじゃん。もう私から与えるものは何もない。うん。え、そうなの？私の命を。私もう強くなっちゃったってこと？自分の手で。もういいじゃん。どっか隠居しなって、アラスカかどっかに。どちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。私たちはそういう宿命。いや、いいって、大丈夫だって。もう生き残った者が一緒に逃げよ。ボスの称号を受け継ぐ。一緒に逃げよ、もう二人で。そしてボスの名を継いだ者。情緒不安定。終わりなき戦いに漕ぎ出していくのだ。いい、戦わなくていい、もうそんなの。10分間出た。これなんていう武器なの、これは。10分後にミグがこの場所を爆撃。なんでそんなことすんの、余計なこと。あ、戦わなければならない風に追い込んでるってことか。すごいのつけた今。人生最高の10分間にしよう。イカれてるこの人。お前は戦士だ。任務を遂行しろ。パトリオットっていうのこれ。へえ。さあ来い。やっやってるな。これラストバトルですよね、多分。試してあげるわ。何を。待って、これ分かった分かった分かった。私はすごく頭がいいので、非常にスマートな VTuber なので、ここで聞きます、話をまず。やり方教えて、ちょっと。それがアメリカへの、そしておそらく彼女への。ボカさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、オリジナルカスタムなんだこれ。ザ・ボスが操るパトリオットの火力は強烈無比だ、打ち合いでは勝ち目がないぞ。ということは、まずはカムフラージュしながら身を隠せ。そんなことできんの。ザ・ボスの死角に回って隙を見て銃や CQC で攻撃する。どうせ140いった。みんなありがとう。はい、ザ・ボスのパトリオットに気をつけろ。はい、死角に行かないとダメなんだって。捕服すれば鼻の中へイントルードで隠れることもできる。鼻に隠れながら伸び上がることができる。主観カメラで。へえ、そうなんだ。じゃあ一旦まず服、ちょっとボス服着替えるから待ってもらっていい？ちょっとボス服着替えるね今。じゃあウッドランドにしますか。あれ待って、これお山が一番高いよ、効果。花が白いもんね、だって。チョコチップ、スノー、これが一番いいわけ？あ、サイエンティストが一番。頭おかしい人だと思われるんじゃない？これ。このさ、戦場でさ、サイエンティストで、お山はさ、頭おかしい、やばいやつ来たと思われるんじゃない？これ。ちょっとやめて。はい。で？どれ？サーモ？サーモじゃなくて、あれか。ちょっと待ってね。あ、武器使えないのダメだよ。武器使えないの良くないと思う。それダメだわ。胴体技、モーションでいいね。カムラジュ。じゃあ、それ除くと何？フライですか？フライダメだよ。これ匂いがすごいもん、これ。スノー？陶器目線、これね。ちょっと待って、これでピッピーン、あった。え、さっきなんか LH とさ、飛び上がるって言ってなかったっけ。飛び上がれないね。ピッピーン、後ろね。なんか胴体が 2,3 個あるんだけど。あ、いる。胴体が 2,3 個ある。いないんだけど、ボス。なんかでも音はしてるんだよね、ギシギシ。
あ、違う？どこに隠れた？なんか目の前にいるっぽいんだけどね。これ何？あ、これ蛇だった。みんなごめん、蛇だった。こいつじゃないわ。じゃああれかな。どこにいる？そこですね。あ、さ、いたいたいた。その程度？は？やば。え、うますぎるこの人。いた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 。もうミンチになっちゃう。早く逃げなさい。逃げるに、ごめんごめんごめん。ミンチになっちゃうそれ。はい。やばすぎでしょ今の。血も涙もないじゃん。どれ？いた、あれね。いた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 。いました皆様。ザボスは普通に強い。普通に強いのが一番厄介なんだよね。いた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 。これで、あの人はしゃがまないの？これさ、普通にここから撃てるよね、多分。あ、これあれね。サイレンサーいらない。こんな戦い方でいいの？ボス。ボス、この戦い方で成仏できそう？大丈夫？心配になってきちゃった、ちょっと。いた。この裏ね、この裏。いた。いた、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 いた。いや、いた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 、ちょっと待って待って待って、ごめんって。よいしょ。普通に強いじゃん、この人。初見攻略挫折した？あ、タイムオーバーで死んじゃう。ほんとだわ。いた、あれね。多分。なんか、ジャンプでどうたらって書いてたのにね。ここ？なんか L1 と R1 同時とか書いてたのにね。なんか押しても何も反応ないですね。食べる。あそこですね。どの辺？この裏かな。ボスあれだね、隠れがちだね。ボスね。あ、これ今の反応これか。あ、いた。待って、いたいたいた。私が先行取ったのに。嘘でしょ。早いんだけど。ちょっと、今いいペース。これどう？ペース的にやばい？もしかして L2R2 ね、押すとね、こうなるんだよね。こう全然何もならないじゃん。いた、いたいたいた。だ、お、音楽がかっこよすぎる。ヘビいる、ヘビ。こっちかな、あれかな。あ、いたいたいた。スネークイーター。どこにいる？ここです。それ見えてんの？こっち。
どこですか？こっちね。いたいたいた。サレサ壊れた。あの裏ね。しゃがねしゃがね。いつまで起きてんのあんた。もっと奥行った？あの裏あたりにいそう。いた。待って、弾がない。当たらないわよ。やだー、弾がないけど、これどうしたらいいの。これあと3分。弾がないんだけど。あ、避けられる。嘘、やばい。え、なになになに、え、強っ。弾はどっから回収すんの。 CQC しかないってこと。ほんとだ、これ先行取ってないと1ミリも入んねえダメージ。はい、これもない弾。これですね、もう。ナイス。強くなりました、私も。これいいんじゃない。それあの辺だ、ここね。うわー、見つかっちゃった。これ多分先行取れそう。右から出てきてくれたら。無理かな。避けられる。嘘、やばい。もうちょっとなのに。離れて。ほら見てみ。危ない、離れて離れて。ほら、あと2、3発いけんね。ギリギリいけんじゃない、これ。バレた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 、バレちゃったバレちゃった。やばい、避ける、一旦離れる。よいしょ。こうい、あー AK の弾取った。左から聞こえた今。邪魔だね、この木が。いた！来た来た来た！勝った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 ！みんな見て！初見攻略なんだけど。歌終わりそう。歌終わりさ。待って、ちょっと待って、顔が、ごめんみんな顔がやばいわ。申し訳ない。ごめんみんな顔直そうと思ってたけど直せなかった。ちょっと顔がやばいことになってるかもしんない。やばいやばいやばい。顔がやばいわ。うまいけど顔やばい。ありがとうございます。そう。ザボスからしたらさ、パパのやつでしょ、それ。それ何なのこれ。チップ？これを話すな。ごめん、あ、パトリオット？ありがとう。こんな武器やばいでしょ、これ。ガンズ・オブ・ザ・パトリオットだ。ジャック、あなたはスネーク。はい、素晴らしい人。本当に？でもあんた、その素晴らしい人、銃でガンガン撃ってましたけど。え、無力化してるんだから、もう連れて行ったらよくない、飛行機に。プレデターさん、こんばんは、来てくれてありがとう。賢者の遺産のデータ、何あれみたいなものですか、なんて言うんだっけ、
あれ、あの電子マネーなんて言うんだっけ、ビットコインみたいな。ごめんみんな、顔ちょっと失敗しちゃった。最後直してから倒そうと思ったんだけど、必死すぎてもう忘れちゃってた。それえ、この状態で撃てる人いる？逆に。え、これ私が撃つの？もしかして。私撃たないよ、言っとくけど。私も1時間2時間待ちますよ、これ。多分1時間、これなんか移動できないの、これ。スタート、これスタート押したらダメだよね、やっぱり。やだ。私押してないよ、言っとくけど。私撃ってないんだけど。十字キーしか打ってない。十字キーしか押してない。話進みませんよ。そんな怒んなくたっていいじゃん、みんな。押さないって言ってんでしょ、私はボタンを。あ、この後にアウターヘブンの事件になるんだっけ。メタルギア1やりたいね。ソリッドじゃなくてメタルギア1やりたいね。メタルギア1やったらなんか見たい人いるんじゃないの？で、メタルギア1ってなんか今やる方法ってないんですか？なんか。打たなくても一定時間で打つ。最悪じゃん、それ。あ、アルフさんごめんは。来てくれてありがとう。アルフさん今日はどうやって私のことを見つけてくださったんですか？ビッグボスの過ち。過ちだよ、これは。小梅太夫。ごめんって。なにこれ、スネークになってるじゃん、そこが。あら、バイバイ。生き延びてね、あんたは。やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい。小梅太夫出てきた、申し訳ない。突然トップに出てきた、ありがとう。アルフさんは VTuber の配信とかは普段からよくご覧になるんですか？悲壮感出ちゃってるね、これは。メタルギア1、2は世界線が違う。そうなの？メタルギア3何あるの？え、いいね、やろうかな、それ。へぇ、やろうかな。メタルギア2、3のリメイク版に入ってる。じゃあ、ここにも入ってそうですね。悲しみ。チキショー。チックショーですね。待ってる？エヴァちゃんが。あ、いけます？もう。その、真ん中のそれって回るんだ、それも。あ、最近見てるんだ。何見るんですか、ルーさん。大手とか？それとも個人とか？好きな方向性ってあります？切り抜きとか。大丈夫？大丈夫じゃないよ。スネーク！全然大丈夫じゃない。説得力な。うん。地面硬化予期、何それ、廃れたもの。へえ、こんなの一人で運転できる人やばくない？これってさ、本当に一人で運転できるものなの？でもあれか、複数いた方がやりにくかったりするんですかね。言ったでしょ、信用してって。いや、着陸が一番難しいからね。着陸が一番難しいから。飛んだだけでそんなこと言われたら、あ、終わりな、これ。ついに装備を置いた。はぁ、何、誰、オセロットじゃない？ほら、どうせあんたでしょ。だからなんでみんなさ、そんな小さいやつでさ、大きいやつに立ち向かおうとすんの。あの乗り物いいよね、この一人乗りのこの飛ぶやつ。無理だって、そんなの絶対。嘘でしょ。あ、地面から数メートルしか飛べないの。へえ。何？やめてよ、私の装備。あ、何、殴り合いするってこと？
銃はいらないの、うん、エヴァちゃんもさ飛行機止めてもいいんじゃないそれ。どういう関係なのこの2人は一体。重い。あ、でエンジン息止まってるもんね。一回着陸した方がいいんじゃない。にじめさんこんばんは、来てくれてありがとう。えいえい。あらあら、ちょっとエヴァちゃんが集中できないから。それこれがラスト。え、私がやんのこれ。こっから私が操作すんの、もしかして。もうコントローラー離してたんだけど今。はい、基本ね、基本やっぱ基本大事ですからね、やっぱね。逃がしてくれたり殺そうとしたり。飛行機ってエンジン息止まっても飛べるの、すごいね。着水する。え、もう勝ったじゃんこれ。うわ強い。軍人同士の戦いってこんな感じになるの本当に。すごい、かっこいい、すごいかっこいい。目型の気泡思い出しそう。笑ってるスネーク、えっへっへって言ってる。痛い、すごい捨てた。情けかけてるもん、すでに。その動きはいただいた。嘘でしょ、見たらコピーできるタイプのやつ。丸腰のやつを撃つのは気が進まない。そりゃそうだよ。仕方ない。うわ、捨てて。どういう状態それ。カチャ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 してる。あら、お前と最後の勝負がしたい。いや多分長い付き合いになると思うよ多分。いいだろう、この後も。オセロットかっこいいね。ビッグボスもクルクルするじゃん。これ何、あれやられてる。やめなってそれ、目線切られたら無理だってそれは。一発しか入ってないんでしょ、だって。お前。うん。名前は。あ、まだ聞いてないんだ名前。スネークだ。違う。そうじゃない。お互い、蛇と山猫では示しがつく。確かに示しがつきませんね、これは。俺の名前はアダムスか。アダムスか。お前。シャラシャラしかね。はじめさんこんばんは、来てくれてありがとう。ありふれた名前だ。かっこいい、すでに。来い。これ私がやるのこれ。とりあえず、あーみんなごめん、外せない。ちょっと待って、みんなもう外せないんだけど。これ、あ、はいはい、私がこれ選ぶだけでいいんだ、これ。左を取っただけ。ウエスタン感丸出し。絶対小島監督ウエスタン好きじゃん。
あ、バックパック外してるからか。うん。どっち？ジョン、小梅だよ、スネーク。出ない、出ない、出ない、出ない。出た！出たよ、みんな。まあ私、こういう時もいい方取っちゃいますからね。はい、バイバイ。痛かった？ごめんね。空砲だ。あ、なるほどね。やるじゃん。ボスがかっこよすぎて気にならない。楽しかった。また会おう。何者なのこいつは一体。もうなんかフリーですね。あんな感じになるの？水面に落ちたら。へえ。なんか自由人ですね。あ、首にジッポーつけっぱなしは確かに危ないね。何よ何よ。そんななんか力でどうにかなるようなもんじゃないでしょう。あ、レンちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。そんななんかパワーで制御できる機械じゃないと思うんだよね、こういうの。みんなエンディング見るよ。上がった、すごい。そんな、それパワーで制御する機械じゃないから、多分。タカボンちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。笑った。でもエンジン息止まってんのは変わってないからね。助かった。助かった。なんかあの眼帯の下もさ、うっすら赤いのちょっとウケるよね。じわるね。フェリータさんこんばんは。来てくれてありがとう。パワーステついてない。あら、これさっきのとこね。この馬ちゃんは最後どうなるんでしょうね。なんだかんだでやっぱ3時間ぐらいかかるね。よかった前回最後まで行かなくて。はぁ？これボスが呼んだやつね。勝てるわけないじゃん、こんな。え、ここはもうでもあれじゃないの？大佐が助けてくれるんじゃない？もう逃げられない。どうする？いや、あんたがこれ。従うわけにはいかない。あんたがこれで逃げれるって言ったんでしょ？何か武器を積んでるはずだ。何、スティンガー？機動性が違いすぎる。後ろ疲れた。霊弾照射されてる、多分。これまで。やめてよ。撃てるの本当に、なんだそれ。よくやったな、エヴァ。どういうこと？ありがとう。それは本当にありがとう。はい、はい、あ、祈祷するって。バイバイフレッシュフ。いや、この人たちもさ、撃たなくていいって聞いてホッとしてるよね、絶対。 RTM リターントゥーベースだ。わかった、私覚えてるよ、あれで。なんだっけ、あの時エースコンバットでリターントゥーベースって言ってたもん。すぐチューするこの二人。そう、エースコンバットで学んだ私。よくやった。そういえばさ、エースコンバット実況してる人って見たことないね。ウルシチョフの指令だ。います、皆さん、エースコンバットの実況って見たことある？これ以上ことを大きくしたくないだけかもしれん。なるほどね。我々に恩を売ったつもりか。だが君たちが助かったことは確かだ。フルシチョフがついているならおそらく追撃はないだろう。やったぜ。このままアラスカに向かってくれ。ガレーナ基地へ迎えを行かせる。迎え？ CIA 長官、大統領がラングレーでお待ちだ。大統領が？寄り道するなよ。
Laden, thank you for coming. Yay, yay. これ本当にこんな、もうボロボロのエンジンは息ついてないわさ。あれはなんだっけ、ドアもついてないわ。ふぶきちゃんがしてる。へぇ。あ、結構やってるんだ、じゃあみんな。社畜さんもやった。へぇ。音じゃさん、音じゃさん、VTuber さんじゃないじゃん、だって。はい、セーブ完了。あ、王でもやってるんだ。なるほどね。全然見たことないな、私。え、これもう祈祷した後ですか、もしかして。え？え、これどこどこどこ？あ、さすがにもうペイント落としてる。ナイス。これからどうする？ KGB に戻るのか？ KGB に戻るの？どうしてほしい？アメリカに戻るつもりは？こっち来た？戻れない。なんでよ。私はこの国を捨てたの。大丈夫でしょ、別に。君はアメリカを救ったんだぞ。あなたとね。いいことじゃん。やっぱりトンネルじゃんはいいね。そうだよ、言ってもらわないと一緒に。でもこんなさ、美人さんと一緒にディナー行くってちょっとさ、気を使っちゃうよね。命令、ここで大型だったら草しか生えない。本当にあなたのお願い、スイさんのエスコーマ見たいねえ。これプロポーズなの？これ誰の命令も聞かないわ。ちょっとグラス倒れてましたよ。グラス倒れてますよ。スネークってでも今まで彼女とか全然いなさそうだよね。あら、YouTube さん違います。これ健全です、 YouTube さん。これ非常に健全なやつなので、そういうのじゃないです。 YouTube さん違いますからね。これ非常に健全なやつです。あの10禁ぐらいなので大丈夫です。これは違いますよ、 YouTube さん。10禁です。着衣です、着衣、着衣中です。これはの無線ですか、これ。バイバイ。これ後でなんかいろいろ終わった後後悔しそうですよね。あ、 CQC、 なるほどね、 CQC ね。そう、プロレスごっこだからね。ひろゆきさんこんばんは、来てくれてありがとう。無粋なやつだ本当にね。バイバーイ。ダメよ、邪魔したら。そういうのプロレス終わったから。やっぱプロレスって上半身裸でやるから、まあ、こうなってても違和感ないですよね。いや、さすがに無線もダメだよ、それは。火の中は無理だよ。そんな一晩ぐっすり眠ることある？まあ、疲れてるからですかね。聖書に出てきた蛇らしいわ。そういうことなの？確かにエデンの園で、うん、イブは蛇に誘惑された。違うよ、されたのよ。私、蛇を誘惑して、蛇がイブに誘惑されたのよ。何？ごめんなさい、謝ってんのあんた。あ、写真撮ったやつね。なんかさ、こういう露骨なキスマークってもう見たことないよね、みんな。ある？なんか現実社会でさ、キスマークってリアルにつけたやつ。何？これ聞くの難しそうだよね。なんかテープの部分をぐるってやるんでしょ、なんか。これ難しいね、聞くの。これ撮ったんだ、さっき。爆睡してました、疲れてたんで。ちょっと本当謝って。私はフルシチョフに送り込まれたスパイではない。誰じゃ
KGB でも元 NSA のスパイでもない。で誰よ。私は中国人民解放軍総参謀部第2部のスパイ。すべては嘘。へえ。あなたを騙した。ごめんなさい。人間不信になっちゃうスネーク。キャバ嬢の名刺にもらったことある。おえー。トライアンフって書いてある。それイギリスだよ、トライアンフは。こっちがメインのバイクなんだ。さっきまでだからロシア製乗ってたけど、本当はイギリスのバイク乗りたかったと。そうよ。私の任務は、大佐が隠していた賢者の遺産を奪うこと。うん。そのために KGB のスパイとして潜り込んだ。KGB はロシアでしょ ?1960 年に亡命した。元 NSA 暗号解読員は、うん、本当は二人とも男、うん、本物のアダムは約束の場所に現れなかった。私が彼を始末する必要も。なんかもう今となってはすごい遠い記憶だよねこれね。エヴァの名を語って潜り込んだ。うん。ソコロフもあなたも大佐までもそれを信じた。ただの語りなんだ。じゃあなんで現れなかったんでしょうね。もともと米中ソ共用のものだった。米中ソが共用することある。なんか大国&大国&大国だね。今もうみんなバチバチだからね、その三国。マイクロフィルムは手に入れた。それとシャグホットの核ミサイル発射データもね。持ってるねあんた。5年前、ソ連から核兵器の技術供与を停止されて以来、うん、中国の両弾一斉。何それ。原水爆と宇宙原水爆滞っていた。だけどケシケシおやすみ。核を持てるようになる。米ソに負けない抑止力を手にできる。すべてはうまくいった。普通に持った今は持ってるけど当時はなかったのかな。でも64年とかってもう二次大戦終わってる後だしね。チャームスクールを卒業した賢者たちの工作員。対米諜報技術訓練所。へえ。出資の施設でスリーパー候補として育てられた。米中ソ共同の施設ってすごいよね。それたちが集められていた。だからアダムスか。うんうん。あなたや大佐が見抜けなくても仕方がない。でもあの人は最初から聞いた。あ、でもあるじゃんそこに賢者のやつ。彼女も対戦前まで賢者たちの訓練所で教官をしていたから。ほえー。ザ・ボスだけは騙せなかった。あ、ザ・ボスがそこの先生だったんだね。私が偽物だと知っていた。うんうん。私は彼女から全てを聞いた。なぜ私に打ち明けるのか。なんで？その時は分からなかった。うん。でも今なら分かる。なんかボルギンとかも懐かしいもん今となっては。彼女はあなたに伝えたかったのよ。何を。あなたに伝えるために私が選ばれた。だから私は助けられた。うん。あなたには多くの嘘をついた。でもこれは違う。私が政府から指示された任務は遺産の入手と、うん、真相を知っている者を全て始末すること。やばすぎじゃんそれ。あなたをも殺さなければならない。うん。その音聞いたらスネーク飛び起きそうだけどね。さすがにチャキって聞いたら。ボスの息子がオセロットなの。そうなんだ。でもそれはできない。へえ。あなたと愛し合ったからじゃない。あなたに命を救われたからでもない。あの人、こういう人たちってさ、一体何を人生の楽しみにして生きてるんですかね。これだけはあなたに言わなければならない。普通の仕事、なんかカフェの店員とかしてたらダメなのそれ。生きてもらわない。スパイやりたいっていう人っているのかな。なんでこの人たちスパイで生きることになったんでしょうね。ツインのバイク乗ってみたいな。私 W800 とか乗ってみたくてさ、2気筒のさビッグエンジン乗ってみたいんだよね。あ、同説150いった。すごい。みんな見てくれてありがとう。エンディング最後まで楽しみましょう一緒に。スネーク、いい。うん、いいよ。彼女はアメリカの裏切り者ではない。誰彼女って。いい、彼女。あ、ザボスね。国のために死んでいった英雄。うん、それはそう思います。彼女は全て覚悟の上で
任務を遂行した。出た。これ右の人誰？シギントか。それが彼女の務めだった。大統領だ。いや、このミッション成功はもうやばいよね。アメリカを救った英雄だもんね。大統領、これザ・ボスを超える称号。うん、君にビッグボスの称号。出た、ビッグボスだ。君は真の愛国者だ。そうなの？なんかその言われ方ちょっと気になるけどね。え、緊迫感走るね、これ。握手しなかったらどうしよう感がすごかったもん。今 R1？ 今 R1 聞いたの？書いてなかったよ、そんなの。 R1 なんて書いてないじゃん、右上に。シギントがもう、シギントがさ、浮きすぎなんだけど。え、誰この人。あの人、大統領以外とは握手しないぞって。あ、フォックスって書いてある。誰この人は。我が軍にもフォックスのような潜入部隊を編成すべきだ。いた方がいいね。彼のような極秘裏に潜入して任務を遂行する、うん、ソルジャーとエージェントを兼ね備えた。すごいよ、それは。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府。あ、スケさん、ツイッター登録ありがとう。アメリカ政府は賢者の遺産を手に入れるために、あれ、アメリカ政府が言ったんだ。その主役がザ・ボス。ボルギン大佐が受け継いだ遺産を手に入れ、うん、同時にシャゴホットを破壊するために仕組んだ。大佐も伝説の英雄であるザ・ボスにだけは。このミッションで得た平和もさ、ちょっとだけだよね、持つの。10年ぐらいだよね、多分。同説160、ありがとう、みんな。エンディング見てるね。夜だからね、今。ゆっくりこういうの見たいよね。うん、やりすぎなんだよね、それは。行かれてる、この人。フルシチョフから潔白を求められた。うつなし、それ。当初の計画を中止することもできない。作戦のシナリオは大きく過失、修正させられた。アメリカ政府の潔白を証明するために、ザ・ボスは抹殺されなければいけない。自らの政府の手によって。最悪じゃん、そんなの。そして後々まで記録されなければいけない。あ、ボスが死んだっていうことを記録されないとダメってこと？生還は許されなかった。うんうん、自決も許されない。倒されないとダメなんですね。愛した弟子によって命を絶た。じゃあ私が言ったことバレちゃうじゃん。それが政府の望んだ。遂行されなくてはならない彼女に課せられた任務。うん、窓の外にある人物が見える。どうせあの人でしょ、どうせあの人でしょ。あ、ジョンさん、こんばんは、来てくれてありがとう。うん、常人なら到底耐えられない思い。ザ・ボスがかっこよすぎるね。汚名を着せられたまま葬られる。ザ・ボス身寄りとかないのかな。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として。この後さ、メタルギア4でさ、なんか自分が知るのが最後のミッションっていうのすごいなんか熱いね、そう考えると。ソリッドスネーク永久に記録される。誰にも理解されないまま。それがザ・ボス。適当に冥国関与の証拠を残す。適当にね、適当に。彼女は見事にミッションを全うした。メタルギア6はいつ出ますか、皆様。あなただけには。メタルギア6はどうなったら出ますか。署名したら出ますか。ちょっとみんな死ぬ気で6出してもらわないとさ。残りたかった。小島さん、6お願いします。
軍人としてではちょっとマガジンは外しなって危ないから。なんでマガジンついてんのそれ。マガジンは取りなって。自分の口から伝えることは禁じられていた。それで私に真実を。あ、なるほどね。スネーク。無理じゃない。頑張る、みんなで。みんなで署名しよう、署名。署名なんかさ、世界中に募ったらなんか100万とか200万ぐらい集まるんじゃない？シックスを出してほしいっていうの。デブリーフィング、映画じゃんもうこれ。コナミを屈服させよう。あ、そうしよう。あ、ソラナさんこんばんは、来てくれてありがとう。インメモリーオブパトリオット、3のテーマって何なんだっけ。R はある？遅いよみんな遅い遅い。シギントがアーパに行って、なんたらがあって、エヴァがハノイで消息不明。あ、この後の話だ。フォックス解散70年。遺産入手して、賢者たちが愛国者たちと解明。で、ビッグボスがフォックスサンドを作ったんだ。なるほどね。ミーン、シーン、どっちよ。ミーンかシーンかどっちよ、それ。恐るべき子供たち計画。あ、起きちゃうんだ、それがついに。ビッグボスの子供生まれちゃう。これ昔はこんなの子供の時にやっても絶対理解できないよね。みんなこれだ、もうコナミ買収するしかないね。センスいっぱい、ミーン、シーン、センスいっぱいあるんだけど、説が、いろんな説があるんだけど。あら、声優陣が豪華すぎるね。あら、ベル先生ありがとうございます。スーパーチャットありがとう。マサさんもスーパーチャットありがとう。ねえ、次はね、あれあります、ピースウォーカーあります。 I will play Metal Gear Solid Peace Walker next yourselves you know。 アルフさんもスーパーチャットありがとう。ジーン、ミーム、シーンで頭文字を取ると GM、GMS、GMS。 何 GMS って。ありがとうございました。そう、そうだよ、なんかさ、アラブの石油王とかにメタルギアの良さを力説して、で、やってもらおうアラブの石油を買収して、そしてコナミを買収してもらって、でメタルギアを作ってもらって、小島さんももう呼び起こして、あれしよう、小島プロダクションごと買い取って合併して、一生メタルギアだけを作り続けてもらおう。ミーム、ジーン、シーン。あ、なるほどね。3の直後にピースウォーカー胸熱すぎる。うんうん、ストーリーが完結しすぎている。え、あんたあれですよ、島耕作がさ、取締役とか行った後ヤングとかに戻ったの知らない？まだね、戻れるのよ全然、ゲームだからね。龍が如くだってキリュウちゃん終わった後、なんだっけ、あ、龍が如くの新しいなんとか一世くんだっけ。そういうパターンもあるしね、主人公を変えるパターンも。ヒリアさん、スーパーチャットありがとう。サバイブを出すやつらにメタルギアの素晴らしさ分かりません。だからもう私たちが、というかもうアラブの石油王に頑張ってもらって、もう石油王の指示でも全部やろう、そういうのはね。もう
うちうちだろ、うちうちで。いつも配信始まってから見てるから、今度は最初から見たい。見て見て。あ、そう、カスが一番くんだ。そうそうそう。メタルギアの人と呼ばれたくない。まあ、監修だけでもいいです、じゃあ。監修だけでも。いや、終わりましたね。11時間、12時間ぐらいかな。ソリッドスネークの隠し子。全然なんかどっかでクローン作ってたとか、何とでもなりそうですけどね。あ、大丈夫ね。なんか、ちょっと大きいよね、音ね。この、ここの音はね、結構大きめに作られてると思う。ライジングはね、ちょっとやったんだけどさ、あんまりこう、やる価値が感じられなかったですね、私は。こんなのもうゲームじゃないよ、これ。これ映画に近いよ、これ。まあ、映画と思って作っただろうね、小島監督も。ライジングやってほしい。絶対ライジング視聴率取れないじゃん。あ、アルフさん、残ってますよ、アーカイブ。ぜひぜひご覧になってください。Google のスタディアが刷新してデススト2はキャンセルになった。へぇー。デススト2って作ってたんだ。いや、作ろうと思ったら何度でもなりますよ。ポンカンさん、スーパーチャット、ありがとう。MSX のメタルギアのリメイク。まあ、ありですね、それは。ゲーム内ポスター協力小学館。おえー。あ、カデナレオンちゃん。グラビアイドルさんじゃん。うわ、ここすごい豪華だね。このコラボの。雑誌？ファミ通ももうしっかり東宝が関わってるもん。いやビッグネームだからこそですね。言われたらね、やっぱり。協力しちゃうよね。メタルギアぐらいになると。トライアンフが、トライアンフが関わってる。カロリーメイト、大塚製薬じゃん。竜が如くもさ、エンドロンテロップ楽しいよね。ヤングサンデーってもうないの？石油王、みんなちょっと石油王早く呼ぼう。石油王待たれる。石油王の登場が待たれる。なんかアニメのスタジオかなんか買い取った人いたでしょ、石油王で。そういうムーブを期待したいね。これ何億あったら作れんの、これ。いや、ワンチャンさ、例えばこのゲーム50億ぐらいで作れるとしてさ、全世界で続編言ったら、クラウドファンディングで50億集まりそうだよね。永田さん、スーパーチャットありがとう。イエイエイ。オプスはね、静止じゃないからやらなくていいって誰かに言われた。うん。MGS6 別に同じサーガー使って、別の人でもいいですけどね、主人公。内出版、ヤンさんは休暇。なるほどね。タタ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 。収入だけで元が取れる。小島監督のクラファンは絶対いけるよね。やってほしいな。石油はね、確かにクリエイティブにお金、どうせまたこっからなんかあるんでしょ、メタルギアだからさ。メタルギアのことだから。はい、グロズニー・グラードもグラーニン設計局も跡形もない。うん、確かに確かに。ですが必要な犠牲でした。ええ、確かにザ・ボスの処理は CIA、ホワイトハウスも満足しているはずです。フルシチョフはこれで終わりです。次はあなた方の時代。そう。誰あなた方って。すべての真相を抑えることはアメリカ大統領の首根っこを抑えることにもなります。今後の外交にも切り札が。それでは KGB 局長。
私です。ザ・ボスは見事に任務を全うしました。賢者の遺産は無事我々アメリカの手に。この資金があれば、ええ、賢者たちを再開できます。中国側には偽のフィルムをつかませました。今頃中国政府は大慌てでしょう。はい、アメリカ側に戻った資金はまだ半分です。まだ KGB に遺産の一部が。ええ、例の兵器は廃人。そうです、こちらから持ち込んだデイビー・クロケット、グロズニー・グラーグ・モルト、ええ、それもザ・ボス。それとグラーニンから面白いものを手に入れました。全く新しい核攻撃システムです。いずれ役に立つ日が来るかと。はい、ジョン。いえ、スネークのおかげです。フルシチョフもそう信じています。ええ、我々の嘘、ことを荒立てる様子はありません。第二戦備体制も解除されました。ソ連側も私の正体には気づいていません。私が三重スパイ、トリプルクロスであるとは。引き続き新政権とのコンタクトを続けます。誰も私をアダムだとは気づいていないようです。ええ、それでは。CIA 長官。やってるな、いろいろ。いろいろやってる。12時間、ありがとうございました。ビッグボスの称号もらった。ニューアイテム、オブテインド、パトリオット、カメラ、グリーンフェイスペイント、ブラウンフェイスペイント、ナショナルフラッグフェイスペイント。何それ、どうなのそれ。タキシード、いっぱいもらった。タイガーカモ、フラクターなんとかカモ、終わりましたね。ちょっと石油を、どこ行ったら石油を捕まえられますか？ CIA が遺産出しのため、そんな予算どうやって組み込むのよ。皆さんご視聴ありがとうございました。で、さっき聞いたですね、メタルギアちょっと見てみます。お疲れ様でした。本当にあるの、コロナ禍に。どうして、え、これこれってこと、メタルギアってこれってこと、メタルギア。うわ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 、オリジナル。戦車いっぱい。何その下のブヨブヨしたやつ。誰誰誰、コール、はい。こちらビッグボス。オペレーションインタルード N313。アウターヘブンに潜入した。メタルギアを破壊せよ。これ時系列的にはどうなんだっけ。グレイフォックスとコンタクトしてメタルギアの正体を探れ。何か分かってないってこと、これ、いつのやつ ?3 の後。ちょっと誰か、時系列教えて。動いてる動いてる。スリン、あ、なになになに、コールはセレクトで取るんだ。こちらビッグボス、任務は潜入だ。くれぐれも見つかるように行動しろ。オーバーだって。 V の5の後1の前。あ、これでソリッドスネープなんだっけ。
え、これってビッグボスじゃなくてソリッドスネークじゃない？これビッグボスの話だよね。これまるでパンチなんだけど。3、ピースウォーカー、5、MG。へえ、結構あるんだね、じゃあ。全然余裕じゃん、こんなの。ワンワンを、え？ワンワンを、これも金網だから大丈夫。私、パンチしかないんだけど、今。これ、アイテムは？うわ！双眼鏡、やったぜ。どうやって使うのかわかんないけど。あ、ビッグボスはここのラスボス。やばい。うん。え、これ、あ、これソリッドスネークなの？ほら！殴った、勝ったよ。ライフが、やばい。プレリペさんこんばんは。これ MSX だからファミコンじゃないです、これ。3、ピースウォーカー、5、MG、MG2、MGS24。へぇ。難易度クソ高？でも私ゲーム上手いからな。ゲーム上手いから別に大丈夫ですね、それは。そこについては大丈夫ですね。このパンチの音がいいよね。これはこう言って、どうせあれでしょ？視点がもう激弱なんでしょ、これ。あ、やばい。あ、やばい。ごめん。あ、これマップ行ったらもう大丈夫なやつじゃん、これ。はいはい、もう余裕ですね、これは。来た。ハンドガンどうやって使うの？ちょっとインストラクションズ見ていい？L2、R2、あ、そうなの？武器が装備できるんだ、これ。双眼鏡、カード。ほえー。この頃からタバコあるんだ。レーションが全然回復しないんだけど。弾が一発もないし、そして。おいめちゃめちゃ多い。ほら、はい。このスネークは自分が何者かとかご存知でどうなんでしょうね。さっき別に何も言ってなかったもんね。開けて。ちょっと待って、これカードじゃない？開けて。ちょっと待って、なんで？開けてって。開かないじゃん、ここ。詐欺じゃん。あっちですかね、じゃあ。これ殴って。いっぱい来る。ちょっと、殴って。はい。エレベーターは？押して。開いた。すごい、横スクロールになった。タン。Did you forget the gun? No, I have, but I don't have ammo. やばい、何？こちらビッグボス。え？ビッグボスから連絡来てんの、今。ビッグボスの指示のもと、スネークが動いてるんだ。これこうですね。で、こう言って、入れる。はい。ガラケーのアプリでできんの、これ。カードが違うの、これ。そこはカード使うときになんか操作いるんですかね。いや、分かった。もう同じこと何回も言わないで知ってるから、もう私。カードナンバーは違います。やばい。はい、倒した。開かない。これ壁はめできる、はめれるね、これ。やばい。 OK、 こういって、あらー。はい、ここどうだよね。はい、これ何？電子レンジ、弾薬。来た。みんな弾薬ゲットした、ついに。何？誰？助かった。誰あんた？開くわ。何？は？は？え、なんか死んだんだけど。スネークはフォックスサウンドの隊員だから。この時点での無線はネイキッド。へぇー。
カードレベルは試せないと分かんない。なるほどね。毒ガスエリアやってんなあいつら。さっきの感じだとこういってこういってこういって戦わなくていいんだもんね。だって戦う必要ないんだもんね。電子レンジに見えないこれ。アルファさんおやすみなさい。またね。あ、今見てる方でチャンネル登録まだの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これってさ何時間でクリアできるの、そもそもこのゲーム。こっちもさっき開かなかったもんね。あれ2つとも開かなかったからもう行こうか。もうはい、あれ、はい、開けて開けて、はいはいはい。これ救出だけしてあとどうすんの。スイ姉さん、スイーツさんガチうまくてくさうまいでしょ。そうなの、困っちゃう。マグロちゃんおやすみ。またね。これこっちも開かないしね。開かない。どこ行くの次。だんだん、はぁ、あ、痛い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 。え、ちょっと待って、これ本気でやらないとダメなやつだわ。またこっからエレベーターがセーブになってんのね。1時間半でクリアできんの。ほえー、こう言ってい、けるじゃんこれ。やばい、危な。え、行くとこなくない、もう。やったの1回だけだから攻略は覚えてない。まあそんなもんだよね。誰かどっち行くか教えて。何が銃強、銃の威力やばいわこれ。はい、何、敵に見つからないように行動しろ。はーい、こっちですかね。さっきの人助けてさ、何がか、こっちかな、こっちですね。これは全員倒したくなっちゃうんだけど、うん、こう言って危ない危ない、ここかな、これっぽい。ほらね、毒ガス、あ、これだわ。眠いって。は？寝なさい、あんた、ちょっと。バイバイ。寝てしまった。バイバイ。これでさっきの部屋行くんだ。まあ、余裕ですね。待って待って待って、もう見つけなくていいって。でもこれエリア抜けたらね、リセットだからさ、ゴリッとこうやって進んでいったらもう余裕なんじゃないの、もしかして。ほら、捕虜を助けることで階級が上がる。へえ、そうなんだ。はい、あいつら邪魔だね。これまた銃に射程がある、待って、銃に射程がある、やばいやばい、これ銃に射程があるわ。ええー、これね、銃の射程がさ、すごい短い。なるほどね。また、あそこクリアの仕方わかんないね。ガーって行って、ガーって行って。痛い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 。ちょっと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 待って待って待って。無線もいいです。これ体力どうやって回復するんですか？レーションはないです。見つかって即移動はね、多分脳幹だと思いますけどね。はい、寝てもろて、あー眠い、ガスマスク。いやー、これ当時はもうめちゃめちゃ楽しかったでしょうね、多分。レーション全然落ちてないんだけど、うん、これは普通にね難易度が高いね、ゲームとして。
上だもんね、この後。よいしょ。ここがさ、難しい。これどうすんの、これ。え、これやった人ちなみにどれぐらいいんの？これやった人いますか？2回さえ行けたらね。はぁ？これもう無理かも。エレベーター前待つ。あ、そうなの？カーナさんやったんだ、すごいね。打ち合いは死ぬ。やっぱダメなんだ。クリアまでやった。いや、まあ無理だな、これは。これこそクリア耐久とかやってもいいゲームですよね。多分すぐ終わるし。危ない！シューンって行って、まだダッシュで降りたら問題なし。シュンシさん、こんばんは。来てくれてありがとう。15年ぐらい前に。なるほどね。はい。銃撃つときは死ぬとき。あ、そうなんだ。じゃあ銃撃ったらダメなんだ。私、全員倒していこうかなと思ってたんだけどさ、今。待ってたらいいのね。わかった。段ボールがないと監視カメラが抜けれない。へぇ。で、メタルギアリメイクの話は定期的に出ますよね。よいしょ。こう。ここで待ってたらいいのね。ここに。体力が、すごい。これ体力本当に回復超むずいよね。交代だ。バイバーイ。こんな感じになるんだ。はい。で、上がる。エレベーターだけ横スクロールなの、じわるね。鬼伝ビッグボス。何回も同じこと言ってくるんだもん、あの人。この辺で止まる。これ右だっけ？右だよね。うん。右行って、ここ行って、あれ？違ったっけ？こっちじゃないか、下、下ですね。下。下行って、違うわ。こっちだね。こっち行って、ここ行って、下行って、うん。で、地雷。こうですね。開かない。あ、カードキーか。カードキーで、開けて、で、ガスマスク。こういうことでしょ？何？うるさいね。ガスちょっと言い忘れていたかじゃないんだよね。早く言いなさい、そういうの。シュナーダに言ったらよかったんだ。はい。ゆっくりさん、こんばんは。来てくれてありがとう。こう言って、言い忘れていたかじゃないんだよね。え、これ、なん、え、開かないんだけど。これもあれですか、もしかして。開けた。一回食らわないとダメなんだ、これ。来ないで。来ないでって言ったけど、もう倒しました。邪魔なので。開かないです、ここは。開けました。誰？助かった。よかったね。フォックスサンド隊なら無事だ。よかった。あんた逃げな、早く。え？うわうわうわ。これ強すぎるわ。まあ、ということで皆様、本日もありがとうございました。これむずいわ、これは。いつかね、いつかやれるといいですね。ということで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。楽しかった3。次、ピースウォークやろうかなと思っておりますので、よかったらまた楽しみにしておいてください。MG2 の方がむずい。なるほどね。無理無理。無理です、これは。今のこの、私のガッツではできません。他なんかモードってちなみにあるんだっけ？ブリーフィングデモンシアターオプションスペシャル。スペシャル。ベーシックアクションフォトアルバム。なるほどね。トランスファリングって何？ああ、そういうことね。クロスセーブみたいな。
そう、H ネジの中ですよ。ありがとうございました。まだチャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そして高評価、あとはツイッターのフォローなどなどよろしくお願いします。 Thank you for watching today. It's about time to finish. I usually streaming from 22 o'clock GST, usually. So please subscribe and don't forget to press good button. I'm streaming about なんだっけあれ、Heaven Burns Red and Final Fantasy 14 and 最近何してる私 and so on and small talking, yeah. So if you like me, please subscribe. Anyway, now it's very late time, so please sleep early and rest well tonight. Have a good sleep tonight. Good night. 皆さんありがとう。おやすみ。